はい、皆さん、こんばんはー、イエーイ、ということで、お久しぶりでございます。はい、ということで、本日は、キコナチャンネル、阪急豊中店から生放送でーす。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。はい、村委員長、よろしくお願いします。あ、どうも、お久しぶりでございます。はい、お願いします。いつぶりになるんですか？前は。あれよね、南来てくれたから。あ、南来ましたね。そうそう。半豊の単独は多分めっちゃ久しぶりなんですけど、ですね、なんか集結やったりとかね、あのエリアでこうなんわちゃわちゃやったんがあるんで、その南で思い出した、はい、マイマイさん、はい、ペヤングありがとうございました。ペヤング？ペヤング。あ、あの辛いやつ？激辛ペヤング、でかいやつ、ギガマックス食べました。すいません、ツイッターにあげるの忘れてましたけど、うん、食べました。どうでした？あのお腹壊しました。全力で全力で食べた。全力で2日間お腹ほんまに痛かったっす、あれ。やば。食べてると口が痛くなってくるんですね。で口が痛くなって、でも頑張って食べると、はい、次胃が痛くなってくるんですよ。で次の日はあの胃から下に下がって、うん、この腸の下っ腹が痛くなってきて、最終的に肛門が痛くなって、お尻痛いね、はい、いやしかもあれ量めっちゃあったじゃないですか。めっちゃありました。2200カロリーね、なんかカロリーやったから。そうそうそう、2200カロリーかなんかあったんで、そうそうそう、あれはすごかった。お疲れ様でした。いやー、美味しかったんですけどね。そうそう、辛い人はね、好きな人はええかもしれんけどね、はい、マヨネーズプチューって食べました。ちょっとまろやかにするために。あ、よかったよかった、はい、ちゃんと食べていただいたということで、ちゃんと食べました。お疲れ様でした。ツイッターアップしてました。はい、ということで、はい、じゃあ、はい、なんか横、これ、あ、なんかバトラック持ってますけど、お子さん生まれたんですか？いや、お子ちゃんまだ。お子ちゃんまだ。お子ちゃんまだ。お子さんまだいないです。はい、じゃあお願いします。嫁もいない。嫁もいない。残念。はい。はい、バトラー君のぬいぐるみですね。ほう。が、うちの店は常時販売させていただいております。これね、意外にね、あの大阪の店舗さん、バトラー君ぬいぐるみ置いてない店多くて。らしいですね。そう、結構視聴者の方にね、バトラー君どこで売ってんのっていう質問結構聞いてたんですけど。わりかし、常連さんとかちょくちょく買ってくれます。そうそう、あの、半豊には実は常時置いてるということで。はい。こちら。でもついに、このデカバトラー君が。うん。昨日売れたんでラスト1個になりました。あら、買ってたんや。そうなんです、常連さん買っていってくれました。一応サイズは50センチのクソでかいバトラーと、クソでかいですね。でかい。僕の顔よりかでかいんちゃいますか。いや、もうほんまね、ほんま赤ちゃんぐらいあるよ。でかいです、でかいです。これがまだあと1体。はい、あと1体です、はい、こいつ。これ最後やね。これ最後です。カウンターのね、ちょうど前のとこに、置いてますので、ね、はい。で、あと、中バトラーと、中バトラー、はい、こちらがサイズが10センチですかね。10センチ。はい。10センチちょっとぐらい。で、あと、あの、ストラップついてるね。そう、小バトラー。ちっちゃい、あの、キーホルダーみたいなバトラーか。後ろにストラップついてるんですよ。そうそうそう。これが、一応3体ね、3個、はい。3サイズ、3サイズっていうかな、ありますんで。ちっちゃいの、村井が買い込みすぎたんで、在庫いっぱいあり。あの、ちっちゃいの、よかったら、あの、はい、お子さんのお土産等で、はい、あの、買っていってもらえたら。今後の英才教育にお使いください。ぜひぜひお願いします。いやでも実際あの常連の方であの、はい、孫にあげるって言って買って帰った方がいたんで、ほうほうほう、大丈夫かなと思いながら。いやいや、まあまあ普通のぬいぐるみやから、はい、ゆるキャラグランプリにも出たいぬいぐるみやからですね。でも対象年齢6歳以上って書いてますから大丈夫ですね。あの、うん、食べないようにだけね、はい、あのかじらないようにだけです、ね、はい、メダル230枚高ない。だってこれ50センチやで。結構でかいっすよ。50センチのぬいぐるみって普通に高いっすからね。そうですよ、サンリオとかやったら1万円近くしますよ。あの、まあまあその比べる、まあ比べるとちょっとちゃうけどね、まあネズミランドとかね、そうそうそう、あの辺のとかも結構でかいの、むちゃむちゃ高いからね。そう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 、ほんま、あの一雪市とかそれぐらいするレベルの感じなんで、まあ、まあよかったらね。たまでかいの4600円でそこそこしますけど、うん、まあ、ちっちゃいのも1200円やから、うーん、これぐらいがお手頃っすかね。まあそうっすね、うん、これがお手頃、お手頃1600円。これ1600円、お手頃価格です。まあ普通やな、あの値段は一緒、まあまあそんなもんかなって感じです。大きさとあの値段でね、4円パチンコの3プッシュで買えるんで、3プッシュ、3プッシュで4円パチンコの3プッシュで買えますし、まあちょっとあの余裕があれば、はい、ぜひ在庫ございますので、お買い求めください。もし欲しければあの、はい、ぜひお買い求めくださいませ、はい、よろしくお願いします。お願いします。あとこちらね、告知物もありますんで、はい、レインボー、レインボーになってますけど、はい、明日の告知です。特にあの何ってわけじゃないですけども、うん、明日も、10時からオープンしてますということで、はいはい、特に何ってことないですよ、はい、まあまあ、特に何がっていう、そうですね、わけじゃないんですけど、はい、朝10時からやってますので、はい、朝10時からやってますので、ね、お願いします。はい、ぜひぜひあの
来てください。どこか遊びに行くんであればぜひ阪急豊中に遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあ今日ね、まあ、寝台で、寝台やりきった後って言ったらいいかな、これ。そうですね。だいたいやり尽くしちゃった後っすよね、もうね。まあ、今回の入れ替えの寝台は割とやってたんで、まあ、村井さんがちょっとおすすめというか、はい、今激ラブハマってる台があるということで。村井おすすめのこちらになります。でれーん。デデーン。デデーン。デケ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 デーン。あら。VV ゴジラ。VV ゴジラ。ちゃんとポスターもあるんですよ。お前ね。はい。まあ、一応、確率がね、179.55 分の1の、はい、確認突入率が 100%ST なんや、これ。そうなんですよ。100%ST なんです。20回。はい。ただ20回で25分の1を引かないけんっていうやつなんですけども。なるほど。あのね、引けます。引けます。引けます。こいつ引けます、僕。あ、そう。はい。僕、北斗無双の ST でも引かれへんくせに。こっちは引けねえ。これは引けます。まあ、一応、継続率が約 71%。まあ、時短引き戻し込みですけど。はい。まあ、あと、電サボ中の、振り分けがね、一応50、50ということで。そうですね。でも、こいつは4ラウンドめっちゃ引きます。すいません、あ、そうだね。あの、個人の感想ですので。個人の試験、はい、ね。うん、ちょっと個人の試験入ってるけど。はい、はい、個人の感想ですけど、はい、あの、4ラウンドめっちゃ引きます。あら、村井さんはちょっと4ラウンドですね、偏りますね。でもこれ16引いたときめっちゃ気持ちいいんですよ。 V がバーン落ちてくるんで、じゃあ今日は一応じゃあそれをやると、はい、でまあもしかしたらその誰かね来るとか、まあちょっと村井さんが来たとかなったら、まあ近くあのライトミドルの、ね、機種多いんで、まあその辺なんかまた打とうかなと思いますんで、はい、まあ、ルパンあたりですかね。まあまあルパンも関西はやってないけどね。青ルパン、まあ、あと、村井さんがもう一個、おすすめじゃないけど、ガンスリンガー。これも放送実はやってなかった。ガンスリンガーね。はい。曲がずっとね、あの、変動中、歌詞付きの音楽が流れてるのは、いいと思います。あ、そうなんや。はい。まあ、なんか、さっき言ってたね、てっけ。先バレモード。あ、先バレモードね。あれは、赤ホリを着たとき、ケツ、赤着たとき、ケツ浮きます。あ、なるほど。スパン履いた瞬間、こう構えてでもピクってなります。パキューンって言って、パキューンって言うんや。はい、まあ、それちょっと聞きたいですが、まあ今日は一応 VV こちら VV 行きましょう。はい、 VV 村井さん激ラブらしいんで、これ最近ずっと僕こればっか売ってます。じゃあ面白いところをちょっとね見せてください。はい、じゃあわかりました。はい、 お願いします。じゃあよろしくお願いします。行きましょうか。行きましょう。はい、 100%ST に貸す台はない。過去適当適当に言わんといて。あのね、うん、パチンコあるあるなんですけども、はい、寄るときってあるじゃないですか、あの2分の1の突破率あるある。ね、いい方に寄るときって少ないんですよ。なんでか知らんすけど。なんでやろうね。各辺と通常やったら、うん、2分の1は通常に寄ると僕思ってるんで、はいはい、ただそれでしんどいときは 100%ST 打ちましょうあ、なるほど。とりあえず各辺には入りますんで。来たこれって言われたこれ実は村委員長が今個人的に売ってる台で結構打ち込んでるらしいです。はい、激ラブっすこいつ。そうそうらしいよ。あのね、面白いんですよ。何が面白いって、まず面白いところを一つ説明させてください。はい、お願いします。赤が熱い。赤が熱い。赤が熱い。しょうもないリーチで当たるしょうもない以上海かなはい、近いもんあります。はい、じゃあ打っていきましょうか。はい、打っていきましょう。なんかモード何個かあるんでしたっけこれ。モードが2個ですね、これ。2個。あれとゴジラの、はいはいはい、このドラムっぽいモードですね、まず1個は。ほうほうほう。ドラムモードと、はい、横に怪獣モードっていうのがあるんですよ。へえ。じゃあ演出が割とちょっと派手めなのが怪獣モード。そうですね、怪獣モードの方が、うん、こっちですね、愉快な怪獣たちのモードだよって言うんですけど、ほうほう、こっちの方が、うん、わりかしちょくちょく演出ありますけども、うん、すいません個人的なあれでこっちあんまり打ってないですドラムモードばっかりなんやね。そう、私基本ドラムが好きなんで。そうやな、村井さん意外にシンプルな台好きやもんね。そうなんですよ、クイーンとかめっちゃ好きなんですよ。赤が熱いのはいいと思いますってね。最近の赤は全然信用ないから。強楽、あ、これね強楽言うと違う間違えた強楽じゃない、強楽さんは赤は、はい、あの空気なんで。これ結構このちょこっと光るだけでも、うん、そこふわっと期待します。意外にしょうもないので当たるんで。 VV ゴジラの愛が重いから台が受け止めきれないだけじゃないですか受け止めきれないとは。あ、振り分けがな。あ、振り分けがですね。確かにシンプルやね。これあとなんか各編中というかね、その ST 中の演出もなんか面白いって聞いたけどね。そうですね、 ST の中の演出が、うん、初代のゴジラですかね、うんうんうん、僕はちょっと打ったことないんですけども、はい、そのモードの、はいはい、なんか各編の演出がなんかね使われてるんで、これもまたしょうもない感じに当たります行き過ぎたら確定なんですかね、これ。リーチってかかって、はいはい、その図柄行き過ぎたら大体当たってましたんで。へー、なんかそれ海っぽいですね、なんかね。そうですね、なんか
なんかあの何コマ何コマ行き過ぎたら当たりみたいな、ね、そうですそうですそうです。ガンストは設置割合の割にはどこもやってないあの放送な、はい、動画もあんま上がってないんちゃうかな。ガンスリンガーは、はい、やっぱりねあれは、はい、あの単調というか結構ガチャガチャするんですけど、はい、なんていうんですか、先バレ赤待ちっていうのが、おまあ、ダイトさんかこの枠はね。あとなんかごめんなさいダイトさんにするわけじゃないんですけども、はい、熱いもんが熱くないのがダメ。ああ演出がね。そうこれあれなんなんでしょうねなんかねそのなんかなんなんやろうってたまに思うけどね。僕これはあのドラゴンボール現象って呼んでるんですけども。ドラゴンボール現象、はい、あのドラゴンボール現象って言ってるんですけども、うん、はい、昔のドラゴンボールって、はいはい、ベジータとか最強やったじゃないですか。あ昔ね。でしょ、これ緑保留とか赤保留だと思ってください。はいはい、ベジータもともと赤保留です。はいはいはい。それがフリーザ出てきたじゃないですか。ほう。フリーザが最強やったじゃないですか。そうですね。戦闘力53万言うて。一時ね。ゼータぐらいかな。そうです。はい、こいつら金保留やと思ってください。ベジータの赤保留弱くなっちゃいました。あそうやな。はいでしょ。雑魚やもんな。次、セルが出てきました。あそうですね。これゼブラ柄やと思ってください。金保留死んじゃいました。あなるほどね。はい。最後魔人ブーで行きましたからね。あ、まあ、そうそう、はい、レインボー、そうそうそう、レインボー今度当たらんみたいな。なるほど、ね、これはい、あの僕ドラゴンボール現象って呼んでるんですけど、はい、インフレかってね。あインフレですね完全に。お疲れこんばんはでね、コーヒーゼリー食べてます。なんかねこのやっぱこの時間あの夜食食べてる人多いよね最近。僕のおすすめが、はい、あのダイエットのために、はい、ゼロカロリーの寒天ゼリー、セブンイレブンで売ってるんですけど、はいはいはい、あれ美味しいです。寒天ゼリー、はい、みかん味おすすめ。グレープ味、みかん味、白桃味ってあるんですけど、ちょっと甘みはあるんですか？甘いです。めちゃめちゃ甘いです。でも、あのゼロカロリー、ね、そう、ゼロカロリー。ガンスト設置率 34% やって。34%、まあ、多いですね。バラエティーに、まあ、3店舗に1個バラエティーがあるぐらいの感じなのかな。まあ、確かにそんなしょっちゅう見かける台ではないですね。塊ではいないけどってやつですよね。バラエティに1台あるかなって感じね、うん、レインボー当たらないはキングレインボー当たらないはね、うん、かつてね僕知ってんの2機種だけあります。え、なんすか？レインボー当たらない機種なんですか？昔の台？昔の台です。ほう、そこそこ古い。なんでしょう？あ、クイズなのね。なんでしょう？あ、じゃあ視聴者さん分かる人教えてください。僕の知ってるうちでは2機種あります。レインボーが当たらない。ちょっとじゃ あ3機種あるわ。3機種か。いや、そのうちの1個でも入ってたらええな。はい、スロット2機種とパチンコ1機種。あ、スロットもあるんですか？はい、スロット2機種とパチンコ1機種。僕の記憶で、はい、レインボーが外れる機種。何年ぐらい前ですか？ヒント的には。村井さんいくつぐらい？ 10年。10年前ぐらい。10年前ぐらい。へぇー。私が確かアルバイトでキコーナに入ったぐらいかなーにあったかなーぐらい。10年前。ちなみに、スロットは5号機です。5号機ね。両方とも5号機です。おー、あ、でもね、コメントくれてますね。スロット哲也じゃない、アリストクラークで。正解。あ、正解なんや。哲也の、はい、レインボー、スイカ揃います。だってレインボー確定とは言うてないからね。そうなんですよ、うん、スロは哲也でね、メジャーならセブンじゃない。アリストクラーク全般そんなんやったで、ね、そう、ね、アリストは多かったですね。僕の覚えてるのは哲也です、ね、じゃああれ絶対衝撃とかもそうなの？あ、絶対衝撃ごめんなさい、僕ちょっとあの打ってないんでわからないんです、ね、レインボーで当たらない高尾、頭がおかずです。村井さん、高尾の悪口はそこまで。高尾はね、はい、高尾さんはね、はい、でも僕高尾さんあれ好きっすよ、ボタン好きっすよ。変わったね、筐体。可愛らしいキレパンダが。そうそう、ゼニ型のね、台、まあそこありますけど、ね。あと、ジャギです。ジャギ。あ、そっか、ジャギから変わったか。ジャギからです。そうそうそう。村井さんって、ね、ちなみにゴジラは 15% 設置らしいよ。あ、そうなん？え、そんな少ないんや。あ、そうなんや。もうちょっとありそうな気したんですけどね。ガンストリンガー。じゃあ、ガンスリンガーか。そっちの方が多いんや。村井さん、ダイエットしてんの？ダイエット頑張ってますけども全然無理です。もう宮津戻らな無理ちゃう、あんなに絞ろうとか、ね、お魚食べんとね。とか宮津はあの、うん、晩食べるとこがないからね、限られてるんですよね。やっぱりスーパーで買ったりとかね。はい、お魚買ってました。健康的な生活。あと魚がうまい、ひたすらに、ね、アユだっけ甲田組だっけ。あー、パチンコやねこれ。パチンコ、アユ、甲田組。あー、あれもレインボー外れるんですね。あ、村井さんはこれは知らんかった。僕知らなかったです。もう一個スロットは、はい、あのエヴァンゲリオンの初代。あ、それは聞いたことあるわ。パターンレインボーって言って、うん、チェリースイカ否定したらボーナスです。あー、なるほど、確定役ではないってことね。はい、パターンレインボーでチェリー揃ったら、しかもあの頃あの重複抽選がないんで、あ、そっか、チェリーが揃ったら第1リール1冊っていう。なるほど。
パターンレインボー、激寒パターンですね。激寒、そう、初代ね、初代ね、はい、スイカの場合は滑ってきたらね、お、どっちやってなるんですけども、はいはい、へーってね。パチンコは僕覚えてるのは、はい、あの京楽さんのグラディエーターです。グラディエーター、あの、はい、え、ガクトのやつ。そう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 、グラディエーターエボリューションの方ですね。おーおーおー、はいはいはい、あの リールっていうか、あのドラムみたいなやつよね。そうそうそう、あの透過性液晶で裏がリールになってるやつです。はいはい、おーおーおー、あいつレインボーの蝶々外れます。そうなんや、はい、ごく稀に外れます。そうなんや、バグじゃないんかな。そうなんです、外れるんです、あれは。ね、劣化の炎と AKB ってね。AKB に関してはあれバグやからな、絶対。アリストレインボーも有名でね、はい、ゼロカロリーの食べ物は脳を騙せてないからダイエットにはおすすめできない。満足感がないですからね。確かにね、なんか満腹感ないから食べちゃうよね。なんか野菜とか鬼のように食べても、はい、腹持ちええのにお腹空きますからね。懐かしい、よく覚えてるな。ソロはエヴァだのハーレムエースだのいっぱいあったよって、ね、あ、ハーレムエースもそうだったっすね。やっぱ5号機の初期はやっぱそうなんかな。レインボーはだから確定ではなかったんかもしれないですね。ですね、4号機の時もレインボーで僕確定って言われたらなんか北斗の拳ぐらいしかイメージないですからね。ああ、レインボーオーラとかね。4号機の時の確定パターンで多かったのは、はい、子役ナビ外れです。あー、なるほど。今は多分規制上わかんのんすかね。ほう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 、演出の規制上ダメなんかもしれんすけど、4号機の時は吉村とかでもそうですけど、はい、リプレイのナビがピッて走ってタワラ揃ってるとか、はいはい、あ、今ダメなんや、あれ。あれ確かあのなんか演出矛盾でしょ。そうそう、演出矛盾ってやつです。あれ、はいはい、規制上ダメのはずです。そうなんや、あれ結構面白かったのにね。あれが良かったんですよね、うおってなるんで。そうそうそう、やったってなってたけど、エヴァとか結構多かったけどね。ですね、うん。ピーフラなって当たらないのは海物語。ピーフラパールフラッシュか。あ、パールフラッシュなって当たらへんとかあるんすか。それはあかんな、バグやと思うで。はなはなが一回ね、僕ね、光らんかったことがあったんですよ。え、当たってんのに。まあでも、あの普通に消化はできたんですか。あの配線が外れてました。ああ、まあでも当たってたんは当たってたってことね。当たってました、当たってました。そのたまたま光らんかっただけってことですね。そうですよ、リーチ面が出たんですよ。あー、なるほど。で、僕スイカ取りこぼしやと思って、あー、あー、こぼしちゃったと思った。次のゲームでも、はい、そのこぼし目みたいなリーチが出て、あー、ここ当たっとるやんと。おかしいおかしいおかしいって思ったら、うん、あの台開けてすぐこの扉の裏の配線が抜けてたみたいで、あの、ね、結構ね、これ視聴者の人というかユーザーさん知らんこと思うんですけどね、あの配線、そのね、あれで、あの実は当たりのレインも出ないとか、あと、ね、たまにあるらしいよ、はい、配線怖いですマジで。そうそうそう、あのね、例えばデータエラーとかでこう上がらん時とかもあれもちょっとね、配線ちょっとうまくいってないとかあるからね。そうそうです、あのよく天井とかで揉めるやつですね。あ、そう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 、あの皆さんナンバーランプは信用しないようにそうそうそう、当たらないのはレインボーじゃなくてカラフルから。カラフルから。エヴァのスロットも確かレインボー外れあったってね。パターンレインボー。そうそう。なんでこれ打って寿司三昧打たないの。え、なんすかなんすか。寿司三昧打たないの。あ、打ってましたよ、打ちましたよ。どうでした。なんかね、100ゲームぐらいまでハマりました。まあまあハマったね。はい、あの当てれずしかも。ハンドイは寿司三昧ないんじゃないですか。寿司三昧はもううちはないですね。ね、4号機のおそ松くんもレインボーは全役対象だったよ。あー、おそ松くんも懐かしいっすね。あれむちゃくちゃ出ましたもんね。やっぱその4号機5号機の初期ってそういうの多かったんかな。ねえ、結構今だけでもそうやって広告来て、いつからじゃああの濃厚みたいになったんやろうね。どこのタイミングだったんでしょうね、うん、マイホー VV もガンストもある。とりあえずマクロスフロンティア2のライトミドル再導入は評価する。マクロスフロンティア2のライトミドルは 再導入してほしいですね。あれ、まあ、あれね、本当に発売当時そんなに人気なかったんけど、あれ面白いですよね。そうそう、私はいいって言ってたのに誰も信用してくれなかった。私はあれずっと売ってました。そうそうそう、でもまあそのやっぱりね、後期というかもうあのやっぱり一種二種が流行りだしたらよかったんやなっていう話になってきた ね。白い食べ物はゼロカロリー、ガクトのやつレインボー外れる、確定かと思ったら当時外れてた、ね、ステーキも美味しいからゼロカロリー。それも実質ゼロカロリーって、あのサンドイッチマンのあれやな。あれじゃないですか、ネタやな。あのあれでしょ、はい、ドーナツは真ん中が空いてる。そう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 。冬ソナ2の雪だるまがレインボーで外れんのあったよね。冬ソナ2レインボー外れましたっけあれ。いやー、もうこの時代の多分冬ソナ売ってないわ私。僕冬ソナ結構前から売ってるんですよ。ワンから売ってるんですよ。そういうあの報告あったんかな。レインボー外れたかな。それあのサムが外れたみたいな、そういうのじゃないですよ、うん、あのなんて言っていいんですか、あのもともとその全役対象とか、はいはい、そういうレインボーのやつですね、うんうん、まあそれまあ役のやっぱあれはスロットが多そうですね。ですね、パチンコのねレインボー外れるっていうのはまあ
まあ一概に確定じゃないから何とも言えないんですけど、シンフォギアかなんかで僕一瞬レインボーに見えたやつがあったんですよ。見えたやつね。そう、レインボーっぽかったやつがあって、うおレインボーと思ったら違うかったみたいなのが、それめっちゃ多いですよね。はい、多い多い。まあだからなんてやろうな、でも番号はやっぱりあるみたいなんでね。うん、だから一時期 AKB のその保留が格下げなってわーわーってなってたけど、まあ多分バグちゃおうかっていう話多いですよね。保留の格下げやばいですよね。そう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 。まあでも逆、ほんまに何回も言うけど逆もあると思うんですよ。その白保留でいきなり当たるとか、なんもないのに急に当たるっていうのももしかしたらバグかもしれんから、実は それは嬉しいバグっていうか、白保留で、うん、当たらへんっていうのが問題ですよね。まあまあね。で、シモリさん当たれよっていう。そうそうそう。なんかちょっとチャンスくれよっていうね、普通は思うよね。いつも開発さんとかにもね、僕はメーカーの営業さんとか来られた時に、はい、ぜひ開発さんに言ってくれって言って話してるんですけども、はい、そのリーチバランスの話、うんうんうん、最近悪すぎませんっていう。ああ、言った。物申した。ああ、言ってます。結構しょっちゅう言ってます。なんか言ってます？最近西陣の西陣はい、西陣さんのM田さんに、はい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 、西陣さんのM田さんにね、はい、物申したんですけど。物申した。はい。なんかおっしゃってました。ね、僕お化けランドが好きなんですよ、すごい。おお、お化けランドね。この間も出てましたけどね。はい。319のお化けランド。はいはい。あいつお松ですか？激アツリーチ。うん。ぐっつ外れるんであれ。あ、それは。ものすごい派手でものすごいいかついリーチなのに。それ一応期待度は高いんですか？結構高かったはずです。おお、それ外れた。最強リーチっていうので、うん、全然魚群の方当たるんちゃいます？西陣かいって言われた。はい、西陣さんね、文句言うた。そう、営業さんに持ってきてもらっていう意見で、こんな台なんですって説明してもらって、ね、そうね、プレゼンテーション受けるからね、みんな。プレゼンテーションの時に、これが一番熱いリーチなんですよって見せたリーチ、はい、1日に4回外したんで、ちょっと待てよ、みたいな。リーチバランスは確かにどの台も崩壊してるねっていうね、怒られますね。あれ、でもなんかあるんすかね、その規制みたいなのが、こういうリーチは何パーセント出さなあかんって、あるじゃないですか、アプリの課金のガチャでも何パーセント何パーセントみたいな、あるあるある、ああいう赤保留は何パーセントじゃないとダメみたいな、なんかあるんですかね、そんなんが。いやー、まあこの辺はもうメーカーさんしか分かんないですけど、まあでも、まあメーカーさんは発表できないですからね、その期待値を。ですね。あれはまあ大体各媒体がまあ何ゲームか回して、はい、発表では出してますけど、あれもだから必ずしも全部が全部当たってるわけじゃないから。ですね。そうそう、だから鵜呑みにはしない方がいいかなと思います。まあもちろん間違ってることもあるから。ね、実際どんなもんかっていうのは打ってみてっていうのが、そうそう、だってこんな S、 これでこれでこれで、っていうのも絶対打ってたらあるからね。ありますね。たまたまそのなんてやろう、シラじゃないけど、はい、回転数の中ではそういう演出がなかっただけで、はい、実はもう何万回も、ね、もう何千万回も回したら、あ、こんなんあんねやっていうのもあるかもしれへんしね。まあ主に実績値みたいですからね、あれは、うん、ちょっとざわついてきた、全然ゴジラの歯何本あんねんって言われた。ゴジラの歯めっちゃありますよ。これってあれ8個保留ですか？これ8です。あ、8個保留やね。8個保留です。はい。で、西陣は半剣物のパチでお伏せの気持ちで売ってます。半剣物パチはリライドですかね。あとあれっすね、モモキュンとかじゃないですか。 あとモンキーターンとかね、当たりまだ。ありました。これ一応179分の1なんでね、皆さん覚えておいてください。179分の1です。はい、西陣わらわら。ちょっと保留がちょっと変わるだけでもそこそこ熱いですからね、これ。点滅保留でもまあ期待できないことはないってことですか？変わればでぐらいのもんです。まあ赤までいけば熱いって言ってたもんね。赤はもう灼熱ですもん、ね、緑では全然当たれます。村井さん、そろそろお時間です、当てて。うまいっすよ。 ST100 回やしね、まあ右打ちは早そうやけどね、消化。あとこれの熱どころなんですけども、はい、この保留の中の先読みをするんですよ。で、こう7、8ってここまで行ったときに、はい、このモスラが光るときあるんですよ。それはもうほぼほぼ当たりちゃうんですよ。あ、違うの？これも色があるんです。緑やったらまあもしかしてぐらいなんですけども、保留内にちょっとチャンスがみたいな。赤はまあまあ熱い。あれやね、昔の平和さんのマックス8みたいですね。あれ弾が飛ばなくなりました。ちょいちょいちょい、引っ張りました、弾が。裏詰まりちゃう、大丈夫？あ、違う違う違う、普通に、上皿でな上皿で弾が引っかかってます。ちょっとドキッとしますよね、はい、V 入賞の時ちょっと、ドキッとしますよね。ドキッとしますね。あれ、あ、ま、あれ、あれってなる。明日調整中とかなってなる。おいおい、村井さん壊しようとは僕やりよったみたいなね。平和さんのマックス8がそうなんでしたね、確か。全部8個保留、入賞し終わったら、なんかその特殊なゾーン入ったりとかで、期待度確かあったとか、当たりやったとか。海もありますよ、海も。あ、海もあったっけ？ドラム海物語もありますよ。ドラム海物語は、はい、最後まで行ったら、はい、魚群タイムみたいなの入ります。はあはあ、で、大海4もあります。
近江フォーの場合は、はいはい、熱いのがおるとき、スーパーリーチがおるときは、はい、保留チェックが入ります。保留チェックみたいなのピコッと出てきて、さすが海おじさん、はい、任せてくださいそうそう、この間ね、ちょうどペヤングさんとトミーのあのコメントもさっきもらってたんですけどね、 あの海の信頼の動画をね、信頼撮影させてもらって。どの海ですか、太鼓ですか。太鼓太鼓、あれだから7月やったかな、確か、あの取りに行ったんがね、はいはいはい。で、まあ、キコナチャンネルでも海の配信はまあまあやってるんですけど、海に詳しいのが、まあ、何やったっけ、八尾の二木さんと、はいはいはい、豊永南の田島くん、はい、と、まあ、村井さんも海好き言ってたじゃないですか。私まあまあ詳しいですけども、うん、ただ問題があるんです。どうぞ。モードが偏ってるんです海モード。僕ラグーンしかやらないんで。それは面白くない僕ほんまにあの沖縄モードとか、うん、はい、クリスタルモードとかほんまにわからないんですよ、何が。それはもうあれやね、あの個人的に言うの、朝までラグーンモード売ってみたらやってみます、はい、ラグーンモードやったら何もでも説明できます。ペヤングより語れるやん。ただペヤングはね、オールマイティで詳しいんですよ。そのこのボタン、このモードの時はここでボタンを押したら、そのなんか心地あのできるとか、なんか、ね、そうですね、すごい幅広い、あの人。あ、これはどうなんですか、疑似連。あ、これ先読み、先読みです。緑で全然熱くないです。熱ない、赤まで行けばいい、ね、赤まで行けば。じゃあ保留8個貯めてってね。西陣の半券で好きなもの、織田信長、リライト、アイルカ、アマのアネモネ、ハイスクール DD。 あ、なるほど、モスラが緑で最近の台多いな。これは、チャンスかな。チャンスぐらいです。モスラが緑でポコって今光ったんで、うん、中に何かいるよぐらいの。早くゴジラとメカゴジラがバトルするとこ見せてくださいこれリンチ的にどうなんやろね、どんなんがんやろ。いや、こんなリンチでも当たるんですよ、普通に。全然当たります。保留変化みたいね、確かにね。これ今モスラがピコって緑に光ったね。ほら光ったでしょ。だからここの保留変化に何かがおるってことです。なるほど。これ背景なんか赤みたいなんだけど、これ関係ない、ただのモード変化かな。それがね、残念なお知らせがあるんですよ、ね、僕ドラムモードしかわからないですそうやね、ちょっとこれでちょっと村井さんも勉強しようか。じゃあ変化、あ、緑、緑でまあまあ当たります。ワンチャンじゃ全然ありです。ワンチャンありです。これはこれ熱い演出としたら何が来る。なんか軍とかあるんですか。はい、軍予告とかあるんや。よっからブワーッなんか恐竜が出てきます。いっぱい2ラインこれは3ラインの方が熱いですけど。なるほど。おっ、院長はマリン、ワリン、ウリン、どれ。え、何ですか。マリンちゃん、ワリンちゃん、ウリンちゃん、ウリンちゃん、あ、ウリちゃんこれペヤングと一緒やな 100% ウリンちゃんロリコンやな。かわいいかわいい、王道おじさん。おって、一緒にご飯行きたい。一緒にご飯行きたいの。何もせんでいいから一緒にご飯だけ行きたい。ウリンちゃん何連れてってあげるんですか。なんかね、ピザとかなんかおっさんの発想やなピザ食うみたいなスイパラ連れてったってもあのジージの得意技のスイパラね。スイパラ、スイパラね。あ、どうぞどうぞ。ダメだこいつらこれはちょっとどうやろう、弱いか。弱いです。ここでカットイン入るんで、うん、これダメです。あ、これダメなパターンです。でもなんかあれやね、こうあの液晶ちょっとちっちゃいなと思ってたけど、割と演出あれなんですね。あるんですね。結構ごちゃごちゃやってくれるんで、うん。ちなみにこのチャンス目は初代ゴジラはパチで初搭載らしい。あ、チャンス目、あ、そうなんや。はい、チャンス目ですね、これ。初代ゴジラって何年前なんやろうね。初代ゴジラは僕わからないんですよ、これ。私もちょっとわからない。私が多分知ってるゴジラはあれも3番目ぐらいじゃないんかな。この前にゴジラって、僕はもう最近の信頼のゴジラしかわかんないです。あー、この間出たやつね、ありましたよね。パチンコがね、僕実はそんな古い台知らないんです。ね、一緒にご飯行きたい。勝手に行っといて。最近はマリンよりウリンの方が熱い。あー、演出はね。演出はウリンちゃんがずっと熱いですからね。そうですね。まあ、ワリンちゃんもリーチ出ただけでちょっとおってなるけどね。ですね。はい。昔ワリンちゃん、ハワイの時とか激アツだったんですけどね。確かに。ワリンリーチ。うん、何だっけな、ボートみたいな乗ってるのもあったけどね。そう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 、ボタン押したら曲がビャーって出てくる。そう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 、こんばんはってね、大阪市からで、ありがとうございます。大阪市やったら近いね。あ、近いですね。ぜひバトラー君買いに来てください、ね、栃木からって人がいますね。寝落ちしに来ました、バトラーちょうだいって言われたバトラー君はね、この間まであのアナツリーさんのホームページでね、バトラー君プレゼントみたいなのやってたみたいですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。ちょ、僕らその辺ちょっと詳しく聞いてみたいな。それは多分本社側でやってたんかな。はい、そうです、本社側の方なんで。なんか応募された方も結構いたみたいですけどね。はい、クちゃん中毒者です。緑に光ってます。これが赤に光って熱いんですよね、こいつが。これ左青にある、青ありますけど、青はそんなに、青はそんなにです。発展次第ですね。うん、タコに女子は見ないでねってありましたが、女の私はブラウザ閉じましょうかってことでね。まあ何を卑猥放送が多いんでね、本当よ
今日わりかし普通じゃないですか、ね、今日普通やね、はい、台について語ってるね。そうです、あの、はい、好きなんでこいつ好きな台座るとね、あの真面目になるわり、ね、かし、はい、いやほんまにこれあのまだええとこ見せれてないですけど、ええ、面白いです。面白いん普通におすすめ、この台は。まあ、あの私が思ってたよりは演出割と豊富なんやなっていうのがすごい分かりましたけどね。ただ当ててほしいよね。あ、じゃあ、ほんと演出豊富じゃない方行きましょうか。いやいやいや、そう、当たってから書いた方がいいんちゃう。やっぱ演出みたいな、これ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 、いやーもうシンプルすぎるわ。これは明日どころは、はい、後ろが赤く光った、今緑光ったでしょ。あ、まあまあ分かりやすいけど、そう、これ緑光ですよ。赤が熱い。とりあえず赤保留をお願いします。何しか赤が熱い。応募したよ。初代は99年で現金機と CR 合わせて7つの型番がありました。99年は私まだ学生やから売ってないな。99年学生でしたっけ。学生よ、高校生よ私たち。え、嘘、ほんまほんま高1ですよ、高1。え、何年前ですか。1999年でしょ。僕多分バチンコ打ち始めたのは2003年とか2002年とか。あ、そっか、そんなもんか。そうそう、高校生やって。ほんまや、これ知ってる知ってるって村井さんおかしいからね。ミリオンごとからやもん、年齢おかしいから。はい、前々なんかおとつウルトラセブンとこいつら戦ってて確かに怪獣戦ってたなでもこいつらじゃないと思うんですけども、多分種類がちょっとちゃうかな。おとといウルトラセブン戦ってたんです ね。好きなのに一大導入とはこれに詐欺、店の規模もあるけど二大導入。あ、赤来ましたやん。ちょっと熱い。これ保留は緑のまま、もうこっから保留変化しないんですか。いや、しますけども、うん、こいつは緑で全然いい。あ、いいんや、緑で全然。むしろ赤まで行くことの方が珍しい。おじいちゃん20年前だよ、しっかりしておじいちゃんあれだ。うん、まあ適正台数っていうのがありますからね、店舗さんによってはね。ですね、うん、まあ1台が多いんじゃないかな。 VV ゴジラっすか。そうそうそう。あ、エムハンさん2台ありましたよ。エムハンさんな、はい、エムハンさん近くのエムハンさん、まあ、あとはあれ、そのお客さんのね葬儀よって全然変わるんで、本当に結構ね、うん、僕いつも打ちたくて打ちに行くんですけど、うん、年配の方が多いイメージがある。あ、やっぱあのあれかな、初代ゴジラに似てるのかな、はい、いや可愛いからちゃいます。あ、ただまあ保留あれか、演出そんなにあれか、あのガチャガチャ、その今風、今みたいな台みたいにガチャガチャしてないもんね、そこまで。ですね、わかりやすい。わかりやすいです。外れたやん。あ、これはこれは。大怪獣チャンスも、うん、発展先によります。発展先による。はい。メカゴジラが熱いの？これなんかね、いやもっとなんか、なんて言ったらいいんですか。あ、でも3点したらいい？いや3点でもそんな熱くないです。熱くないの？7点はどうなんですか、この台。7点は僕今まで見たことないです。各編中以外。あ、そうか。あら、でもガセでも終わることもあるんですね。はい、大怪獣チャンスは、はい、こっから転廃した後に発展するんですけども、はい、なんかね、ガイガンとかなんかいろいろあるんですよ。星何個のパターンっていうの6つぐらいあって。かわいいよね、でもね。そう、かわいいです、これ。書いていたゴジラかわいいって。おすすめなら増大ありますか。え、なんで、なんすか。おすすめやったら増大ありますかって。これですか、増大ですか。ないです。ないね。ないです。違う、あの間違えてほしくないのは、村井さんがプライベートで打ち倒してる台やからね。そうなんですか。そう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 、お店的によいしょの台じゃないからね。お店的に、はい、僕がここ最近で一番びっくりした台っていうか、はい、一番お客様から、はいはい、ご指示いただいてる台、これびっくり。何長持ちしてんの。鉄拳、こいつ極み、これ。あ、そう、うちの店こいつめっちゃ動くんです。なんでやろう、わからないです。けど、まあ、うん、けど、これはいいけどね。なんか半券、なんか半豊とちょっと合いそうにないのに。でしょ。あ、そうなんや。僕もいや、まあ、うーんって思いながら1台買ったんですけども。え、増大してほしいって言われるんですか。いや、じゃないんです。1台が適正台っすな。適正ない。まあ、結構回ってるのが多いってことかな。あの、その、お客様が座ってるのが多いってことかな。そうなんです。多分同じ方なんすかね。多分この台がね、そうなんや、思ってるより長持ちしてるんです。よかったんや、思ってるより、はい、失礼な話で申し訳ないです、まあ、もちろんね、台っていうのは、稼働貢献っていうのがついてるんでね。はい。はい、大体今の台ってどうなんでしょうね。何週行けば OK とかあるんですか。イメージで言ったら1ヶ月4週ですかね。まあ、4週持てばいい方。4週持てばもう最近やったらまあまあまあ、うんって1ヶ月持ったねっていう。あとは寝台の入れ替えペース早いですもんね。ですね、うん。鉄拳当たったことないっす。鉄拳ね、僕も打ったことないっす、実は。村井さんの店長権限で VV ゴジラ入れよう。もう一台。VV ゴジラもう一台。売ってくれるんやったら入れますよ。まあ、低菓子とかにね、入ってもいいかもしれないね。低菓子とかめっちゃ動きそうですね、これ。稼働率一人で稼いでるパターンかな。あ、鉄拳か。そうかもしれんね。そうだと思います。一台入魂でずっと売ってる人も多いもんね。はい、好きな方がいらっしゃるんだと思うんですけども、
ただこいつだけはちょっと僕もびっくりしました。村院長ゴジラ多分ゲーセンで売ったんちゃう。ね、20年前やから、ね、20年前ドラムにしたら本気出たような気がしたって思うけど外れたね。鉄拳もう一台入れたら動くんちゃう。いやこれ難しいよね。もう一台、ね、そうそう、もう一台入ったらまた変わんのよな。これ難しいよな。難しいんですよ。お客様もね、はい、選びたいっていうのもあるんですよね。まあもちろんそうよね。うん、こっちの台機能あかんかったからこっちの台の台かなんじゃない。ある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 。一台しかなかったら強制的にそれしか打てないんで。私逆に3台4台ある方が迷うからね。もう1台しかないって決まってたらもうそれで頑張れるから。私もそうやな、小台数の方がいいかもしれんな。確かにね、3台あってなんか昨日自分が思い切りはめた台次の日出されたら桁くそ悪いですもんね。あー狙ってたのにとか思うよね。そうです、全然。入院はガメラゴジラ次なんでしょうね。ガメラゴジラの次ですか、うん、はい次。ガメラゴジラって来てモスラの台はないのか。モスラの台見たことないですね、そういえば、うん、あったかな。私もよく行くホールで初代マドカの稼働率上げてるって言われたことある。あれかな、スロットの方かな。スロットの初代マドカ、あれでも普通に稼働いいですよ。まあまあね、パチンコのマドカマギカも、はい、二種二種混合の、はいはい、最近ちょくちょく増大してる店とかもありましたから。そうですね、まあ、また発表もなりましたしね、マドマギの新台で、まあ、スロットも新しいの入ったし、それもこう見込んでもしかしたらこう増大してるお店もあるかもしれないね。ですね、マドマギも面白いんですけどね、あれも。そうですね、まあ一種二種のミドルだっていう人がちょっと敬遠されてはったけどね。ですね、最初はね。設定付きは特に複数台あると迷うから1台ずつでいいですっていう人もいますね。モスラかな、設定付きね。設定付きはね、設定付きパチンコってでも難しいですよね。難しいね、なんかしっくりこないんですよね、スロットじゃないからな。昔はあったみたいですけどね、まあうん、僕ら始める前ですけども、大工の源さんとか。あ、そうですね、その、まあでも結局はやっぱ入らんかったからね、CR キーになったんやろうと思うんですけど ね。3段階やったんですよね、昔は設定が。そう適正台数ってどうやって決めてるのっていうね、意見来てますけどね。まあこれはやっぱ一般ユーザー分かんないもんね。大締めしましょうか。めっちゃ噛むやん。噛みました。どうやって決めてる。失礼、噛みまみた。どうやって決めてるかを教えしましょう。はい。カン。カンカン。こんなもん。まあ、あとはその機械予算とかもあるから ね。その1年間でこの店はこんだけしか使えませんよっていう ね、予算があるからね。あの会社なんで。お、赤に光ってる。これいいんじゃないの。バックライト赤はわりかし熱いのに。ですよね、カン。カン、カン、カン。だっけ、まあまあこれ、フォローというわけじゃないけど、入れてみな分からんっていうのは正直ありますよね。ちょっと、買い手側の博打の部分はありますよ。もうまあまあ、今のお客さんの層で言うと、これやったらまあこの台数がええんちゃうかな思って入れたら、びっくり、全然流行らんかったとか。あ、まあもちろん、真面目な話すると勘だけじゃないですよ、もちろん。まあまあまあ、そうやね。はい、いろんなね、あの展示会見に行ったりとか、データとかと、ね、過去のこういうデータどういう実績があってみたいなのはありますけど。それはもちろんね。もちろんありますけど、最終的には勘ですよ、やっぱり。まあもう、自分がピンとくるかどうか。こいつみたいなね。あるよね。聞いて損したわって言われて、今ちょうど、一応真面目には言うたからな。設定付きパチンコをやるんやったら天井ないとおかしいよねって言ってますね。天井はあれはどうなんですかね。パチンコは天井作れないですよね、確か。あ、そうなんや。強制的に当てれないですもんね。あ、そうかそうか、そうやね。はい、そうやわ。スロットはね、いけるけどね。 AT とか発動できますからね。そうか、それそういうのがあるのか。あ、なんかフラッシュ来てますよ。いや、これ全然作らないです。あ、いや、先の赤のもあんまりやったね。はい、残念でした。メーカーの忖度もあるよね。次の新しい台入れるためにとかってね。用してあるね、みんな。まあ、私たちはね、ちょっと、はい、あんまりその辺のことは。これはメーカーさんに言わなあかんことだからね、はいはい。あかんかった時の勘ってね。二等身ゴジラ。あとは要望箱の中身も重要。お客さんの方がよく知ってるとかもありますよね。意外にね、その、うん、あれ入れてこれ入れてっていうのはありますからね。まあ、もちろんそれも設置期限が無理な台は無理なんやけど、まあね、一つの意見としては、聞いてもらえる店ももちろんあるからね。そうです。ぜひ言っていただけたらね、そうそうそう、参考にはさせてもらうんですけど。さすがに昔の台とか無理やからな。そう、期限切れの台だけはちょっとね、ごめんなさいなんですよね。ね、コンサルから言われたとかよりも、勘で言われた方がええわ。うん、まあ、コンサルさんをその悪く言うわけじゃないんですけども、はいはい、最近のコンサルさんのその遊戯機評価っていうのが悪いのしかないんですよね。あんまりいい遊戯機評価見たことないっていうのが、やっぱり僕らもそうなんですけども、うん、その昔の台の CR とかに比べたらやっぱりスペックはダウンしちゃってるんで、うん、悪い、それは仕方ない、うん、悪い評価してたらほぼほぼ当たっちゃうっていうのが、そうですね、はい、そうそうそう、だからもう安
杯よね。そりゃそうやろっていうのが多いってことですね。でもそれを聞いてたら、あの店の人って参考にできないですよね。そうです、そうです。じゃあいいとこ言うてくれよっていうのが、あの一つやと思うんですけど、悪いとこなんか誰でも言えるやん、ね。そうなんです。なるほどな。まあ、そうやったらまあ店長の勘の方がええかもしれんわな。結局そこになってくると思いますよ、やっぱり。でもまあいくらコンサルから言われても結局は店長がね決めることやからな。そうなんですよ。ただまあね、会社に話するには数字的根拠を言いますし。そう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 、もちろんね。はい、それは持っていきますけど、最終的にはいけると思いますっていうのが、そうそうそう、経営やからな。天井いったら電サポつけるとかはしてほしいよね。シンフォギアと R18 のだけ焦る話はそこまでだ、わらわら。R18 ありました ね。じゃあ検定通過したハットリくん4はどうでしょうか。ハットリくんといえば私なんですけども、そうや、不正でね。はい。あれ何年、3年ぐらい前かも。結構前ですよ、もっともっと前ですよ。4年前か。4年ぐらいになるんですかね。最後ね、ハットリくん。そのもん、だって僕この店1年でしょ。うん。豊北9ヶ月、うん、宮津が 1.9 ヶ月。じゃあ4年、3年、4年前やね。4年前ですね。そうや、そうや。ハットリくんね、ですね、大地さんの。まだ見てないですよね。まだ見てないです、まだ見てないです。ね、今だから、一番新しく見たのが、あゆとか一番新しく見たのは、うん、三京さん、あ、大地さんですか、うんうん、大地さんでした、ああいうですね。まあ、時期的には多分、もう9月やから11月とか12月導入台になると思うんですけどね。ですね。大体2、3ヶ月前の台を見て、まあ、判定して導入台数をお願いするって感じだからな。そうですね。直近一番最近見て、ちょっと面白そうかなと思ったのが、うん、ファフナーですかね、スロットの。ああ、そっかそっか。あれもまあまあ面白そうでした。ハフナーもあれですね、確か前の台からもだいぶ経つもんね。あとチラッと金太郎とか。ああ、そっかそっか、金太郎もそうやったね。エスティマダですか。そうなんですよ。ちょっと金太郎気になるんですよね、純度高いだけに。そうやね。シンフォギアで初め出た時に高評価してた人は神だよね。正直あのシンフォギアいいって言ってた人はあんまりおらんかったよ。ですね。あの判件がやっぱ知らんのが知らん人多かったから、これ大丈夫なみたいなのが多かった。スペックは良かったっすからね、あの時の一瞬一瞬ね、うん、私はシンフォギア半券知ってたから、まああれやな、歌パチとしてあれやな、 いけるなとか思ってたぐらいやからね。まあまあ、そこまで大ヒットするとは多分誰も思ってなかったでしょうけどね。思ってなかったっすね。まあ買っても2台ぐらい買おうかなと思ってて、うん、そうだね、そこからね、うん、あの増大増大増大みたいな感じだったもんね。そうそうそう。でなんかやめときいいなみたいな話になって最初買わんかったんですけど、買いましたけど途中から。いや少なかったもんね、正直。いや台数ほんまに3台ぐらい、多くても3台ぐらいでした、大きい店でも。直近で僕一番びっくりしたのリゼロですわ。ああ、あれはすごいね。あれはびっくりしました。今もすごいね、あれないとあかんぐらいになってもね。はい。でまあ半券は強いって言っても、うん、同じで言うたらあの花とかもそうじゃないですか、まあ、あれも半券は強いじゃないですか。そうですね。の割にあそこまで受けたんがリゼロがね。僕ダメなんですけどね、リゼロ。あの相性悪いんやってね。相性悪いんですよ、めちゃめちゃ相性悪いんですよ。あのクジラに負け倒してるってやね。格ゲーがほんまにもうちょっとトラウマなるぐらいに負けるんで、ね、AT ほんまに入らへんし。村井さんはね、最近の流行り台はなんか弱いみたい。弱いですね、勝てないですね、ほんまに。村井さんの店マックス入れようぜ。マックスマックス台。マックス入れたいですね。もうほんま怒られるやつやけどな。マックス入れていいんやったら僕あれ入れます。何？あの初代ガロ。あー、まあまあそうやね、今のこの流れやったらそれがいいんかもしれへんね。399の一種二種、はい、あれは神台ですね。いやまあその代わりね、あの突入率もやっぱ 50% かなんかやからな。です、ね、うん、ほんま2分の1やけど。ただまあ1箱出ますからね。まあそうですね、とりあえず当ててもうたら時短はないですけど、1箱出るっていうのと、キコーナーに前々厳選コーナー作ろうぜ。私も偏ってるからあかんで、偏りまくんで。この台宮城じゃ設置してる店舗ないんです。え、 VV ゴジラないらしい。へぇ、P ワールド探しても、え、これ後でとかじゃなくてちゃうんかな。面白いのにね、設置がそのね、地域によって違うとこもあるからとかじゃないんかな。販売台数も少ないっすもんね。確かに。大地さんまた怪物くん作ってくれへんかなって、ね、怪物くん前奥村やったっけ。いや覚えてないっすね。大昔ね、マルホもなんか新しい台のティザー PV 公開してたよーってね。らしいっすね、はい、最初で最後の放送機種は見せばないともう二度と日の目見ないよ。これほんま当たらないっすけど。いやいやいや、村さん一回は当てようや。ほんまに一回当てないっすけど。今日サムネイル作られへんわ。僕ねほんま最近引き悪いんすよ。サムネイル最後の村井さんのあの聖なるポーズとかにしてもらおうか。あ、なんかあの高尾のね、クイーンズブレード3の
発売 記念できついきつい金太郎もだっけクイーンズブレードね、はい、買わんかったっすけどねあ、え、買わんかったっすか買わんかったっすあら、私あれ結構期待してるんですけどねクイーンズブレードね、僕ね、はい、あの前の2は好きやったんですけどね、はい大崎なんとかさんはシンフォギアいいって動画で言ってたよってねもうだからその後からなんてやらねいいって言ってたでって言うたところでなおおーってなるだけやしな最初からはね、うん、あれ合ってんのってほんまに、うん、今まで言うたら難しいっすねだって、うん、圧倒的に当たり台なのが少ないのが残念な現況ね、うん、そうですね状況なんでシンフォギアは同時期に麻雀物語に出てたよねそうそうそうスペックよう見てたしね麻雀物語のドラムのやつかなドラムとかあの上にちっちゃい液晶ついてるやつありましたねあれもまあ言うたらよう似たスペックやったんですけどねはいただ麻雀の方がちょっと辛いんちゃうかっていうのは聞いてたけどな麻雀は売ってないっすね僕はスロットのファフだあれ玉出てもやらせやからなあれまたあれなその信頼のファフナーもまた前回のファフナーと一緒なのかなスロットですかはいはいはいあ、玉出るやつなんだはいやらせですやらせですやらせを面白く見せてますなるほどちゃんとどういう風にやらせしてるかを、はい、しっかり下から覗いてきました、はい、なるほどなシンフォギアは稼働始まったから放送でもなんで導入してないんだ見る目ないでごめんいくつかあったよだからそれはだからユーザー目線と多分店舗目線で違うんよなでアニメ半券が必ずしも当たるとは思わへんもんあの店舗の人はねどちらかとするとなんて言ったんですかね僕らみたいにちょっと古い時から売ってる人の方が、はいはいはい、アニメ半券は当たるっていうイメージがないです、はい、ああそうなんやねだから、ね、やっぱり客層もあると思うんすよ例えば新本屋ね20代入れても結局やっぱ北斗とかケイジとか海がやっぱ強い店も多いしやっぱ若い人が集まる店はやっぱりシンフォギア入れたらまあお客さんつくとかアニメ関係の方が多いっていうのもあるんで一概にだからねほんまに難しいと思いますよこれ難しいですね、うん、だってそれいけます言うて自信持って入れてさその適正台数が適正じゃなかった時にどう責任とんねんって言われるからねまあまあの金額ですからねそうそうそうほんまにねだからほんまにこれ難しいよねそうなんですよだから勢い余って機械買っちゃっても、うん、結局それがねお客様の負担になってしまう可能性もあるんで最初からダメ出しのまま評価覆らなかった台もある R18 R18 なー触りすらせんかったなフェチっていう言葉でみんな食いついたけど結局えってなったよねなんか微妙でしたねあれ純情8枚が若い子に受けたあーリゼロかなダイヤマト入れてほしい、ね、初代聖夜のマックスでもいいよあもう絶対打つわあったら初代聖夜のマックスは面白かった確かに、ね、私黄金あれ確かねパネル2つあったんですよね、はい、黄金とあれかな青銅というかそうそうブロンズそうそうそうあの2パターンあって、はい、若干ちょっとスペック変わるんですけどね黄金の方ヨータゴールドの方、面白かったねシンフォギア売ってたら隣に座ってたじいさんがこの台は金保留が来たらすぐ分かるって言ってた金保留金保留なんかあったっけえしあれデュランダルと間違えてんのかなデュランダルあの剣保留ねあ剣ね金保留あったっけ金保留はないですないよな確かないですはいシンフォギアを出だしで一番評価してなかった三強だと思ううんうんシンフォギアシンフォギアでも三強さんの、はい僕宮津おったんで京都の頃ですね、うんうん、の時の三強さんは結構鼻息荒かったですよシンフォギアの時はあもう売り出したいってなかったんでしょうねそうスペックがっていう半径じゃなくてスペックやったスペックでしたねあの時僕もどっちかというとスペック見てましたなるほどねこれちょっと売ってみたいなーっていうのはスペックだけでしたね多分この台の放送はもう見ることないやろなわらわら間違いない一時期コーナーやから頑張ろうってね怪物館奥村の最後一つ前の機種399の出玉力限界スペックでしたあそうやねやっぱ奥村やんねあのボタンで思い出したわあの四角いボタンいや丸ちゃうかったっけな丸やあのラムちゃんとかがねバジリスクとかアメのそう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 あったっすわそうそう大崎さんは最初から言ってたよそんな最初から言ってたけど一般の人には伝わってないからだから結局後から言うなよみたいになってくるからなまあまあいや面白いってですかそう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 もうちょっとだからねこうなんてやろうそれを言うてああじゃあやろういう店舗さんが多かったらもっとあれやったけどまあまあもうそんなに言うたかてなヒットしたからさまあいいやヒットしそうなパチンコ台じゃあ今からちょっとまあライターさんなりエンジャーさんなりさ今からほんまにもこの2年3年で流行る台を予想してもらおうとはええんじゃないなんかでもこの先の信頼って今何がありましたっけ窓マギとか
まあまあ無難ちゃ無難よな。窓巻きね、僕ね、なんかスペック的にはそのあの早いっていうの、一種二種混合のですけども、なんかちょっとピンとこないですよね、思ったより。まあね、あのまあ結局そのなんやろうな、演者さんとかがさ、いいですこの台いいですって言っても、結局打つのはユーザーさんやから、まあね、まあ打って、ね、打つきっかけになるかもしれんけど、だからそれがほんまにいいか悪いか判断するのはユーザーさんやから。そうなんですよ、結局はね、やっぱ入れてみないとわからない、はい、いやほんまにわからんと思う。そう、実際ね、お財布の中からお金を使って遊戯するのと、そう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 、そうやっぱり見本機を打つのとは全然違うんで、そうそうそう、あと動画で見てるだけっていうのも全然違うからね、やっぱ打ってみないと面白さ分かんない台いっぱいありますからね。そうですね、私もデルタクソやクソや言うてはるけど、私も打ったら面白かったから、もう私は今ずっとデルタばっかり打ってる。デルタは打ってないんですよまだ。思いますか、デルタはほんま鬼畜台なんで。でももう、全然お布施しますよ、あの台は。そういう台なんですね。私はね、面白いなと思ってて、変わったスペック、やっぱちょっとそろそろ打ちたいなって思ってたんで、まあ、ちょっと面白いかなと思いますね。僕、最近面白いなと思って、騙されたってなったんが、はいはい、パチンコのファフナーです。あれは私ね、継続率 80% って、全然 80% できない。パチンコのファフナーの、はい、あれあるじゃないですか、ガチの V 入賞、はいはい、じゃないですか、うん、でもあれってサポート玉が落ちる位置によって、うん、全然確率変わってくるじゃないですか、うん、あれがなんかデキレースっていうのが分かってしまって、まあ確かにもう落ちるタイミングで分かりますからね、あこれないわとかと、あとね、うん、サポート玉4つのそう あれのやつの、あと2個、あと2個ね、2分の1どっちか、うん、あの V の左側やったっけ、そう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 あれよ、あの切なさ、もうジャストインセント入らんっていう、あんなに保留玉あんのに、 V の右隣っていうことだから、左があれやったっけ、はまってないとそう終わるやつやったっけね、そう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 、左どっちやったかな、 V のこう回っていく V のケツの方におらんと、はい、じゃあケツの方におったらあかんのか、なんかもう、あ こっちのパターンはもう あかんやつやっていうのはなんか見たらわかんねんけど、そうですそうです、僕あれ最初気づかずに、はい、むっちゃドキドキして打ってて、うん、ある時気づいてこれ入らんやんみたいな、もうできれいやんと、はい、4つの期待度何倍やったっけみたいな、そう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 、まあ、あれはあんまりあれよね、それだったら前に1個ある方がマシやんみたいな、ね、分かる、俺もあのファフナー保留あれだけあって当たらないから二度と打たないと思ったって、まあ、あれはすごく残念でした、村井正夫ってこれタコさんいや村井正夫って言われてます、違うんじゃないですか、なんか多分ファフナーの 80% は実際全然違う、次はシャアに相当力入ってるよね、あシャアね、確かにあれ見た目は面白そう、まあまあもう、まあ、ユーザーさんの方が敏感だと思いますけど、あんだけ PV やられたらね、プロモーションやられたら、そらもうシャアシャア言ってますけどね、一応ハントヨンも先のをしてますんでね、はい、17日最速回転になります、入ってますんで、はい、結局一種二種か北斗ミサメソみたいになるのがいいのかどっちなんやろうねって言ってますね、個人的に好きなのは、うん、やっぱ 100%ST です、あまあこのね、はい、とこ全然もないけど皆さんちょっと当てよう、7、7、あおりな、まあそれはもちろん 100%ST 好きな人多いですよ、とりあえずね、私なんかほんま昔のあの京楽さんの銭形とか あれの台売ってほしい、作ってほしいもん、あの AKB ね、そうそう、必殺のお祭りワッショイでもいい、あいいですね、あれもちゃくちゃ面白かったからね、スペック的に無理なんですかね、その同じものを作るのが、まあね、今のパチンコでは、まあ、あのコードギアスもそうやったけどな、ですね、あの頃のやっぱその台がなんか一番その別に射光心も煽ってないし、でなおかつこの遊びやすかったような気はするんですけどね、 50% 突入とかやっぱしんどいからですね、うん、コードギアスはね、でも僕あれ読み切った台だったんですよ、読み切った台あの台読み切れるんすかあれ、あの台ね、新台で僕豊岡の時ですわ、はいはい、あれ5台買うたんですよ、おあの時キチガヤ扱いされた、あ、キチガヤ言うたかバキューンね、ちょっと頭おかしい人、あネジ取れとるわ、はい、でも結果的には今も残ってますからね、そうなんですよ、あれ面白かったでしょ、スケバンデカ、いやそうそう、だから私あのスケバンデカと、はい、あのプロポーズ大作戦のスペックむちゃくちゃ好きやったんですよ、面白かった面白かった、あの判件は別にあれなんやけど、スペックがむちゃくちゃ好きやったんですよ、そう時短だから時短込みの100じゃないですか、はい、あれがほんまに良かった、プロポーズ大作戦は面白かった、面白かったよね、面白かった、まあまああのあれよ、ほんまにあの案件は別にまあええねんけど、スペックは良かった、はい、本当にあのね、はい、
よくね、真ん中の金田が壊れてるんですよ。うん、あー、なるほどな。あの薬物のね。そうそう。あの、よう動くからね、あれも。そうそうそう、あの、サーフィンの出てくるやつね。そうそうそう。頭荒らへんとかね。そうそうそう。あれ、チューブの歌でね、よかったけどね。面白かったっすけどね、あれは。銀河乙女299もよかった。100% してなら、萌え萌え大戦争ですら面白く感じる。強楽ギアスまた作ってほしい。強楽やったらスケバンデカがいい。ギアスは潜伏がきつかったよね。そう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 。潜伏がね。そうそう、それだけね。お祭りワッシュが何回ゼブラで外れたかってね。ね、いや、でも、私ね、困った時はいつもお祭りワッシュやったんですよ。最後、もう閉店前。僕困った時はあれでした。はい、あの、銭形でした、AKB。そうそう、だからどっちかなんですよね。その辺のもう 100%ST の199。とにかく当てたら万発でそうみたいな。そうそうそう。あの、偏りがね、お祭りワッシュの良かったとこは、あの、2000発あったんで、右打ち。そうですね、うん、あれが、あの、最後のもう、この、もうこのあと閉店時間あと1時間ぐらい1時間前死ぬ死ぬって言って、そうそうそう、もう今日あかんかった、ちょっともう今日これでも最後っていうところで当たって、あ、やった帰ってきたっていうのがあった。ごめんね、パチンカスで間違いないアバンギャルド好きやった。アバンギャルドありましたね。あれも小当たりとかあったもんな、確か。強楽さん、あの、ちょうど小当たりがその流行ってた時な。あの、上につけるの何でしたっけ。あ、そうそう、カウンターのやつね、データ、そう、小当たりデータのやつね。なんか名前ついてるんですよ、あれ。あれは強楽さんのあれかな、オリジナルかな。オリジナルです。アバンギャルド、冬ソナ、あれ2やったかな、確か。で、キングマン、キングマン、で、天国の階段。そう、この辺も全部あのデータ、カウンターついてたね。小当たりカウンター、どっちってやつね。あの、潜伏してんのか。そう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 、あれほんま分かりにくかったもんな。セグいちいち見んと分からなかったからね。そうそう、あの時のはあれ全盛期ですね、その分かりにくさ。そうそう、仮面ライダーの頃やね。そうですそうです、仮面ライダーのマックスエディションがちょうど流行りだした時かな。あれも面白かったですけどね、仮面ライダーのマックスエディションも。爽快感たまらんかったね。はい、筋肉マン、筋肉マンもね、私実はむちゃくちゃ相性良くてよう売ってたんですよ。ミドルの方ね。筋肉ハウス下からバイーンって肉出てくる。あ、そう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 、青あ、じゃあ緑と赤があるね。そうそう、肉って下からバイーンって出てくる。そう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 、拳がバーンってなるやつ。そうそうそう、カジバのクソ力から言うて降りてくるやつね。面白かったっすね、あれも。あれ面白かった。しかもあれミドルちゃいました、確か。最初ミドルで。ね、その後マックス出たんすよ。ね。ミドルめちゃくちゃ面白い。だからあの時はね、明日のジョーとかも面白かったんすよ。ありましたね。逆物チャッチーけど、うん、むちゃくちゃ面白かったよね。だからパイーンって出るやつね。あ、太陽詩人鬼2、はよ。わかる、太陽詩人鬼のスペックも大好きでした。はい、打ちました、打ちました。この辺はほんまに、あの、主力機やったね。太陽詩人鬼ありましたね。今もね、まあだいぶ減ったけど、まだ残ってる店もあるけどね。ありますね、ちょくちょくね。もうあれかな、撤去なったんかな。どうやら、キョラク人気だな。明日のジョーの部屋、楽しかったよね。そうそう、部屋っていうのよかったよね。あれも青の稲妻と赤の稲妻とかあったもんな。うん、明日のジョーやったもん、僕は。力士、力士です。そうそうそう、力士って。力士、力士って。あの力士のゾーンね。力士ゾーン。熱いやつね。懐かしいわ。いや、でもね、あの、強楽、やっぱ、あれやね、人気やなって言ってますけど、私ね、多分パチンコの楽しさ教えてもらったので、多分強楽さんの代なんですよ。強楽さん面白いですよ、パチンコ。うん、確かね。まあ最初多分ね、打ち出したのはエヴァとかなんですけど、もうほんまになんかその、なんてやろ、ライトミドルの 100%ST とかね、その、50% 突入の ST の楽しさを教えてもらったんで、多分強楽さんの代なんですよね。強楽さんね、強楽さん、初めて打ったの何やったろう。僕仕事人っすわ。強楽の、あ、巨人の星も良かった。確かに。くる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 って回る。そうそうそう、あの、ま、真ん中でね。そうそうそう。最初良かったね、強楽。うん、最初は。あのね、あの、仕置き人じゃなくて、仕事人の、はい。あのね、P フラがない頃の。エア、P バイブ。そうね、P バイブ、そうそうそう。ブーってなるの、あの、3でしたっけ、あれ。3やったかな。P バイブって。多分ね、何やったっけな、4ぐらいから変わったような気がする。そう、黒い枠やったんですよ、真っ黒の枠でね。あ、うんうん、あったあった。私も多分その時ぐらいからかな、打ち出した。ブーってなるんですよ。ハンドルがブーって。今あかんもんね、あれね。あかんすね。 P バイブダメになったから P フラとかができたもんね。マジですね。強楽のお坊ちゃま5も最高。ああ、わかるわかる。ありましたね。強楽の3-9も良かった。そうそう、あの、鉄郎役者の方がむちゃくちゃチャッチーやけど、あれ良かったな。あった、3-9ね。うん。最初のやつが好きだったですね、3-9は。PY は激闘編かな。そうそうそう。3と4の間なんか、3なんかちょっと忘れたんやけど、はい、多分、あれよね。そうそう、黒い枠なんを覚えてた。そう、黒い枠。バンブルビー先輩。バガハイもいるでござる。バンブルビーなんかあった？キングマンの PV でモード以降を降格かもと思わせることによって、どんなリーチでも期待感を持たして間を持たすとか宣伝してたよ。あ、そうなんや。セブンの続編打ったし、次はウルトラマンの続編お願いってことでね。そうやね、まあセブンはもう2出たし、
太郎もね、そろそろ出てもいいかなと思うねんけど。なんすかなんすか。あのウルトラセブン、あのセブンのね、続編2出たじゃないですか、この間、はいはい、だから次、太郎とかウルトラマン出てもいいよねっていう。そうですね。太郎は暗黒の逆襲マジでもう一回出してほしいわ。ウルトラマン太郎は暗黒のマックスのやつですか。いや、あれはね、ミドルで 100%ST やったと思うんですよ。どうだったかな。あの最初マックスで出たんですけど、はい、その後にあの闇バージョンみたいな感じですかね、仮面ライダーの。あった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 。あっちの方が私むちゃくちゃ楽しくてね、よう相性よかったなって、トランスフォーマー、トランスフォーマーな、トランスフォーマーね。あんまり話題になってなかったな。強力は全員型平次を打ったわーでね。だからあれで AKB 知ったっていう人むちゃくちゃ多かったもんな。ですね。僕も AKB で知らんかったっすもん。大島優子可愛かったもん。パチ打ってて一番勝つと思ったのが小当たりやった。一気当選の小当たりはゴミやった。一気当選はマックスタイプやったっていうのがね、しんどかったね。あー、一気当選マックスタイプやったんですね。そうなんですよ。で、レインボーなんで、しかも潜伏やったから、はい、あのレインボーにこう枠光ってるんですけど、はい、いつ当たるか分かれへんっていうね。あ、なるほどね。あれ、あの時その台も、そういう台も多かったですね。僕はその辺売ってないんですよね。あ、本当ですか。はい、ユギンさんにしっかり詫び入れてね。当たってない。しかし当たらんすわ。 ST 太郎一撃2万発とかよく見た。そうなんですよ。あの大阪のパチンコ屋さんはあの持ち越しができるお店が多いので、はい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 、私もよくその持ち越しサービス利用させてもらって、よくあの閉店ね、それで迎えて次の日朝行ったりとかようやってたな。格闘持ち越しね。うん、激闘編で正解やった。龍とかマサおったよ。下ネタなしで1時間経つの初めてちゃうかもしれないですね。だいたいどしもやから、だいたいひどい、だいたい、だいたい、まあまあそのぶっこんでくるあの視聴者も多かったからな。そう、まあまあひどい放送になってたんですけど、今日はねちょっと真面目に。いやいや、だって当たらへんもん。それで当たらんのか。いやいや、どしもぶっこんで当たんの。新人出したら当たるんですかこれ。もうその前にもうあの編集ありきなるけどね。モザイクブエーって。お前お蔵入りしちゃう。お前よ村井って言われた。これ誰。誰や。今日座ろう思ったら先越されて無理やった。あ、VV ゴジラかな。しかし、ね、こんだけ当たらんかったら座る気なくなりますね。お前やば。まあまあ当たるんですよこれ僕。プライベートルっていう時は、うん、そこそこ助けてもらってますこいつは。まあね、さっき打ち合わせの時ちょっと話したけど、まあまあタコ負けしてもね。まあまあタコ負けしてますね僕ね。えタコ負けした機種のラインナップが、はい、北斗無双でしょ、はいはい、シンフォギアでしょ、はい、ほんで、そのガンスリンガーでしょ、うん、ほんで、あと何があったっけ、冬空もやったやろ、はいはい、海、まあまあやってますよ。まあまあやってますよ、はい、助けてくれたん、VV ゴジラとオキドキだけですわ。なるほどな。全然当たってるけど。ほらこれほら、村井さんこれ、はい、タコさんちゃう、村井ビル制覇とかまた来てるで。見とんすか、あの人。さあそんな暇すかね。まあこの時間やったら、まあ見ている可能性もあるんじゃないですか。あの人結婚してましたよね確か。したした。どういうことどういうことね。えどういうこと。え、家一緒に奥さんと暮らしてるんでしたっけ。いや、そりゃそうでしょうね。ですよね。うん、早寝ろよ。いや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 、まだ店おるんじゃないの。1時やったら。あ、そっか。うん、まだ使うのか。初代刑事の甘は甘すぎて好きやった。初代刑事の甘甘かったね。初代刑事の甘継続率がね結構良かったんですよ。初代刑事の甘は。初代刑事ってあの雲の体にですか。あ、そうそうそう。出の甘も結構少なかったけどね。あれの甘とか僕覚えてないっすわ。中条見とるんか。西中島。西中島。それ中条さんかな。誰これ。別の人。ジャグラーが1年半以上光ってくれないんですけど、どうすればいいですか。あ、ぶっ壊しましょう。こら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 。遊戯機をぶっ壊す。あ、 N 国、 N 国のジャグラーをぶっ壊す。 あかんで、怒られるで。たまにジャグラー壊れますけどね。あ、ほんま大レンジャーするの。あ、そっちね、はい、おすすめのセクシー女優と作品お願いします。おいちみよ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 。せやな、ゲッサが今日は足らんなって言われた。もっこり見してみろ。やばいやばい。もう村井さんプライベートやったら席どいてるやろそれ。いやでもわりかし僕当たるまで打つ人なんですよ。ああ、もうずっとやる人なんやね。そうなんですよ、当たるまで打って死ぬ人なんで。うん、委員長トミーの動画でペヤング1ビットったから、次は委員長解説して。あ、1ビットました。1ビットだ。あいつ焼きそばに、はい、髪の毛に、はい、焼きそばソースかけときますわ。ちょっと白が目立つもんね。そね、マヨネーズかかってるからね最近。そうだよね。甘で万発狙える台は最近限られてるって、ね、ウルトラセブン。
そうだから ウルトラセブン2の設定付きが今やっぱ一番あれかな。あれわりかし荒いですよね。いやすごいよ、回数もまあまあつくか、ね、まあもちろんね時短突破型やからあれほんまにしんどいと思うんですけど、はい、ただ右打ち 入れば行ってまえば行ってまう機種です。うん、まあ無限トーラーもそんな感じやったからなですね。私はなんか全然あれウケんなと思って見てたけど、突破型は頑張れる、はい、そうそうそうっていうのが心折れるけどね。あのね、何が頑張れるかって、うん、ややこしいこと考えんの、ただ当てればいいっていう。なるほどね。なんて言うたら、50% 通してから、ね、各辺掘り込んで、そこで ST 何回転で何分の1とかないじゃないですか。ないない。とにかく同じ確率当て続けろなんで。はいはいはい。突破型は、だから、個人的にはターミネーターとか、あれも好きなんですよ。あー、まあそうやね。あれも時短でもう一回当てるやつやもんな。で海とか時短結構当たるでしょ。村井さん、おいちみお、かわいいなってコメントきました。でしょ可愛いですよ。音一って書くんですけども、もう多分ね、卒業したんかな。多分、いや、でも復帰してたような気がするな。あのショートカットでめっちゃ可愛いんですよ。あ、そうなんや。はい。おいちみょうさん、はい、ショート好きなの？ショート好きです。あ、そうなんや。ショートめっちゃ好きです。むしろショートじゃなくてダメくらいで。あ、ほんと？はい。じゃあ、今までなんかお付き合いした彼女もショートの率高いんですか？それは関係ないの？じゃあそうでもないっすね。あ、ちゃうんや。それどうだ、はい、タイプ的にはショートがいいってことか。好きです好きです、ショートめっちゃ好きです。らしいよ。2018年で引退しちゃったよ、大市明。あー、やっぱりそうですよね、引退してますよね。当てればいいってどの台もそうや。いや、あのね、これなんて言ったんやろうな。まあもちろん判件にもよるし、はい、ただただスペックがいいから言うて打っても。パチンコですか？ AV ですか？AV じゃあ今のどう説明したらいい私。あ、パチンコの話ですか？どこでただただ当てればいいとか言う。 AV の話かと思いました。もうええわ。ショートあのメガネ、あ、ショートやったら港陸さんが好き。港陸さんも引退しはったんちゃうかったっけ。でも僕ね、残念な話があるんですよ。お願いします。 AV 女優はあんまり詳しくないんです実は。やっぱりな、企画もんの人やろ、はい、そう、企画もんの、あの素人もんが好きなんで。あの店長人そういう人多いね、はい、女優さんよりあの企画もんがいいという人、なんかすごい生々しい感じが好きですね。みんな取り組みね。ああ、そうなんや。一時なんかあのエビスマスカッツで、はい、わーって有名になってた人は割と売れてるイメージがあったんやけど、でも去年ぐらいに結構バタバタバタって引退していきはったから。みたいですね。なんかあの変わってはったね、あの人も。アスカキララ？まあ、アスカキララさんはね、あの人はまたちょっと違うもんな。ね、さくらさんとかあの辺も生きてますからね。そうね、さくらきずなさんももう引退するしね、もうすぐね。さくら、キズボさんって AV 女優でしたっけ？うんうん、そう、キズボンね。あ、そうなんや。そうそう、まあ、さくらまなさんもいるけど、どっちもさくらさんなんですよ。字が違うけどね。あ、さくらきずなさんって AV 女優やったんや。僕知らんかった、普通に、あれや思ってました、コンパニオン系の。ああ、いやいや、全然、あれ、AV、セクシー女優さんですよ。へぇー。どんな AV の企画好き？あー、難しいなぁ。難しい。マジックミラー。やっぱり定番やな。最近はマジックミラーと、はい、あとね、なんかね、大体あれじゃないの、時間止める系と、あとね、透明人間系と、あと修学旅行系。は？あれ面白かった。修学旅行どうなの？修学旅行で来た、はいはい、あの子をナンパして、うん、あのトラックの中でやるみたいなやつ。なんかちょっと地方からちょっと来てますみたいな感じの。修学旅行系わらわら。そう、修学旅行で。それは違う学校同士ってこと？いや、違います。違う、普通に修学旅行で、はいはい、京都とか歩いてる女の子の軍団いるじゃないですか。あ、おるおる。その子に、うん、その企画者が声かけて、ちょっと撮影の企画なんですけどみたいな感じで、マジックミラー号みたいな感じに入れて、そこで徐々に口説きながら、そういう下の方向に持っていくみたいな。そんなんあんの？そうそうそう、修学旅行のこれ結構視聴者度肝抜かれたんちゃいます？いやいや、知ってはるでしょ多分。いや、だって今までのコメントで、はい、結構まあやっぱり男性のユーザーさん多いから見てもらってて、はい、コメントもそういうのあるんですけど、はい、修学旅行系好きっていう方は私今村井さん初めて聞いた。マジっすか。もう大体やっぱ定番多いもん。定番はマジックミラー号でしょ。とか、あとその、時間止めるとか、まあ、なんてやろう、透明人間とか、家政婦系とか。そうそうそう、家政婦系。
熟女系とか熟女系ね。要は村井さんナンパモンが好きなの。ナンパモン面白いですね。あ、そうなんや。悪くない。あ、これ、あ、またあれか、あ、オリか。そう、リーチかかってなんぼのやつなんですよ、これ。あの、女性の皆さん、今ちょっとね、どしもネタ入ってますけど、まだついてこれるレベルなんで、あの、どうかちょっと見せずに。いや、まあまあ、まあまあですよ、これ。あ、そう。そこそこじゃないですか。私、普通って思ってんのもあかんな。あかんっすよ。もう、あの、脳が汚染されとる。はい、なんで僕の性癖をなんか、そう、あの、していかなかったのかしら。いやいや、キコーナーチャンネルのせいですよ、これ。これ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 。これ、キングギドラって熱いの？そう、キングギドラまでいかない。ガイガンでもまあまあいけるけども。あ、ガイガン、ガイガンいたよ。これ、いいんじゃない？いや、でもこれはちょっと危ない。いやいや、修学旅行系笑ったぞ。相変わらずイケイケ。修学旅行系までセクシー女優やで。次回の泊まればほんまに時間止まってるんやで。え、止まってるんですかあれ。当たりは。当たり。ちょっと待って、これがちょっと若干チャンスやけど、そうでもないから。これさっき見たもんね。そうでもないです。MM 号はあれ、セクシー女優が素人のふりしてるやつもある。みんな詳しいな。今までこれ熱いって演出来た、ゴジラ。いや、あのね、なんか赤系のエースっぽいのは来るけど、 そこまでやね。行けば熱いっていうのがちょくちょく来るんですけども、村井さんが行けばって言ったらめっちゃ卑猥に聞こえるわ。あかんわ。足りない、足りない。あ、行けば、あ、行けば、行けば、エロ話作戦も失敗か。 あかん、やばいやばいやばい、うん、2年前くらいに出たアマセイヤとアマ無双とアマガンダム全部時短突破型だってね。そうそう、私この辺の全部売ったよ。今でもアマガンダム、アマガンダムじゃないな、ゼータガンダムのライトはたまに打つけどね。あ、まあのね、その無限トーランがね、置いてる店がもうやっぱね、だんだん減ってきてて。うちの店1円パチンコにありますよ。羨ましい。あのね、無限トーランウートを持って P ワールド検索したら大体キコーナー出てくんねやんか。ですね。むっちゃ腹立つね。打てんしみたいな。うちに来て。あ、キコーナー打てないですか。私、まあ一応打ったらあかんとは言われてないけど、はい、まあ一応ちょっとね、ユーザーさんに誤解されても嫌なんで、まあまあまあ、ね、打たんようにはしてます。ね、すごいでしょ、外部業者の鏡でしょ、私。間違いないです。ショート&メガネ&身長低いのがタイプの村井哲夫。なんで分かってるんですか。いや、これあれやって、あれやって、絶対誰かですよね、それ。いやいや、これもう身内やろ。村井五蔵、村井五蔵、村井輝光、別品館言われてるで、ほら。別品館ってことは完全に豊岡の話なんで。西中島で名刺もらったら村井雅夫。え、別品館豊岡の話だから間違いなく中条さんです。いや、もう中条さんだよ、ほら。もうだって、うん、だってもう別品感わかんのん、多分中条氏と中室氏、うんうん、中室さん。そう、まあ実はあの来週、再来週か、豊中北でね、放送するんですけど、村井さんも来てくれるらしいんでね。あ、一応顔は出しに、はい、お願いしますね。まあ、一応あのこの間あの細番にもなんか連絡することあったから、あの中室さんがあの寂しそうやから来てあげてください。中室さんがすごい寂しそうやったんで。そう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 、だからあの一応ね、来てくださいっていうのはお声がけはしました。あ、はい、1個ちょっとあの勘違いしてもらったら困るんで言っていいですか。はい、どうぞ。別品館って、うん、下い店じゃないっすよ。何、韓国料理のお店ですよ。ほますほます。なんか村井さんが別品館言ったらね、全部そっちに完全にあのお風呂とかのお店のような、うんうんうん、あれでしょ。違いますよ、別品館って韓国料理のお店です。皆さん間違いないわけだけど、はい、村井さんが言うからちょっとあの卑猥に聞こえるけど、あの豊岡にあります。あるんや。美味しいの。美味しいです、美味しいです、僕はあの、うんうん、送別会とか、うん、あとあの歓迎会とかであの使わせていただきました。いやいや、別品館桃源郷かと思ってた。大人のお風呂のお店が。韓国赤すりかと思ってた。ほら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 。おそば。たけのこのあの皮むきでしたっけ。知ってます？いや、それはほんまやなって言われた。あ、別品館か。別品館ほんます、別品館ほんます。いや、もう別品コレクションやと思ってた。別品コレクションじゃないです。それはあれ、一時神戸コレクション言うてね、あのいっぱい店長らがなんかお世話になってたとこあったね。それあの OL コレクションでしょ。そうそう、OL コレクション。何年前やろな、あれ。もう6年ぐらい前ちゃう。結構前っすよ、あれ、ね。食わず嫌いまたやってほしい。食わず嫌いまたやりましょう。これね、結構ね、私もリプ、あのツイッターのリプとかでもらってたんですけど、食わず嫌いめっちゃ面白かったっていう人多かったでしょ。美味しかったです。美味しかった。チーズ以外。チーズ以外ね。だからあれはね、もうちょっとだからちゃんとやってね、あの別のまた次のやつでやってみたいですよね。ですね。まあなんかエリアゴードとかでもやってみたいけどね、あの食べたことない人をちょっと見たいよな。ああ。柏木さんとか見たいし。ね、柏木さん何嫌いなんやろ。ねえ、ちょっと分かんないでしょ、想像つかへんもん。勉強部屋、勉強部屋はどこでもあるやん。勉強部屋はそれはラボホやホテルじゃないですか、うん、奈良行くときいつも電車から見えるから。なんかあの尼崎の方にもありませんでした。尼崎ある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 、あの4、3沿い、うん、じゃあ2号沿いや、2号沿い、あるあるある。ねえ、私たち車でその西宮方面行くときとかに勉強部屋あれでしょ、西宮方面に向かって左行くあるある
うん、まあ、お世話になったことは一回もないけど、はい、同系列で働いても別店なら一応打てるんですか村井さん。別店でもダメですよもちろん。まあ同じ系列ってあかんよね、はい、ダメですダメです、あかんあかん、僕キコーラの尼崎店とかで打てないです。いけないよね、はい、はい、居酒屋別品館豊岡店でしょ、知ってる知ってる、あ、そうなんよ、あ、別品館で美人って書いて、そう、美人館って書いて、韓国の館やね、そうそうそう、だから韓国料理のお店です。この人が言うとね、あ、そうなんだって思うけど、はい、村井さんが言うとほんまになんか大人の泡ぶれ、別品館って言うたらもうなんかあのあれでしょ、どっちかというとあの大ごととかそう、村井プラス別品館であかんイメージ、他の町とかね、デラ別品館違うから。チーズの村井さんうますぎた、騙されたよって言ってますね。あれね、チーズはね、僕ほんまにダメなんですよ、あのかまぼこ系のチーズがダメなんです。へえ、なんかあのなんて言うんだよ、匂いと食感がダメ、ふにふにふにってしてる、そうです、ふにゃってしてるからかな、なんかだから逆に、はいはい、あのピザチーズとみたいにとろけるチーズとか、わかるわかる、モッツァレラとかね、あんなもいけるんですよ、あのグラタンとかね、そうそうそう、で 6P チーズみたいなのもまだいけるんですよ。へえ、ただあのプリンとしたのわかります、はいはい、避けるチーズ系のあのわかるわかる、なんかあのかまぼこチーズみたいなあれがダメなんです。へー、一番おもろかったのあのペヤング田島くんやけどね、あれパクチーめっちゃ嫌いで手震えてたって言ってた、パクチーやばいでしたもんね、あれ手震えてたね、パクチー美味しいのにね、あ、村井さんはそうか、いける言ってたもんね、他の人がみんなウェー言ってたもんね、はい、ラーメン王国かぼちゃの馬車谷球のとこに勉強部屋あったよ、あ、もうそれ確実にたこ焼きさんですわ間違いない、今のなんかセリフの一つの中にかぼちゃの馬車ってなんやねん、もう完全にたこ焼きさんですわそれ、間違いない、うん、監督がお店の名前言うとほぼそっち系なんだなっていう認識そうなります、いやもうこれも完全に昔からの培ってきたものでしょうね。じゃあなんかお店の名前言いましょうか、え、あ、言うてみて、普通の店の名前をね、普通かギリギリかな、ギリギリちょっとそっちに聞こえる、普通の店は大英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 でか、その大英もあれじゃない、大英エロく聞こえたもん、もはやあれですよ、だからあの大英ドラマとか大英映画みたいなあったよ昔、昭和の、そっち V 島系、そっちそっち聞こえる、かぼちゃの方が、それ無理やりすぎるだろ、ええ、新宿に住んでますが近くにキコーナって名前の店があります、訴えないのですか。いやグループやから、キコーナー新宿何丁目店やったっけ、はい、ありますよね、丁目、はい、タイ弁って言われてますよ、ありますあります、タイ弁って何、タイ弁タイ弁ハイ弁タイ弁ハイ弁はうんこする、ハイ弁じゃねえわ、ハイ弁はうんこする、もうまあもうバットマークつけられる、あ、すいません、3箱目いきま、3箱目いきまーす、とりあえずちょっと当てるまでか、ほんま当たらへんねんけど、いやいやこれ179分の1でしょ、でも僕こいつ、はい、初めて打った時の初当たり720ゲームですよ、はい、めっちゃ余ってるやん、はい、西中島の某、はい、なんとかバードさん、ああはいはいはい、魔法、はい、魔法魔法通りさんね、なんとかバードさんで、はいはいはい、真相初日に打った打ちました打ちました、ロマンポルノ3丁目大英とりあえず当てよう、マイメイが打った方が当たりそう、当ててお願い、もう、キコーナで働いてたら他のキコーナ系列店では打てませんってね、関西でも関東でも一緒です、はい、そうです、打てないです、まあでもこれはキコーナだけじゃなくて他の法人さんも一緒やと思うよ、そうですね、桜と思われてもね、いやいやいや、もうめんどくさいもん、はい、ふにゃっとしてるからチーズ無理ってことは村井さんのあそこと同じってことで OK ですか、私のあそこはもうちょっと硬いです頑張りますほらな、こうやって振ってくれやろ、もうチーズ全般吐くほど嫌い、食べられない嫌い以上、私が通り過ぎます。あー、チーズやっぱあかん人もおるね。うちのスタッフの子もチーズ嫌いな子いますよ。ちょっとスタッフさんに食わず嫌いやってもらいたいけどね。ね顔に出るかな。いやー、出そう。そろそろ村井店長のチョコ、あー、チンコ焼くもの出してって言われてる。どっからいやいや、もう見たないわ、もう。下からバーンってゴジラの口の中入っていくんでしょ。ほらアダルト台になっとるやないか。もしもしピエロと難波にあるあるあるアルプスが分かれば一人前。ごめん、もしもしピエロは知ってるわ。もしもしピエロ、もしもしピエロ。もしもしピエロってめっちゃ有名でしょ、だってホテルでしょ、テレビの CM とかやってたもん、昔、サンテレビ。もしもしピエロって、それこそ奈良に行きしなのはこの道なかったでしたっけ何の話やわ。はよ、当てて、どういう村さん、いっそ回転まで聞こうのお願いします。もうチーズも卑猥に聞こえるから。チーズが卑猥に聞かれてきたら、もうあれっすよ。いろいろ終わってますよ、もう。チーズはドミノピザの1キロチーズピザ食べてから、チーズ食べたら拒絶反応を起こすようになってしまった。あの好きなもんでも食いすぎるあかんっていうのは分かります。もうあれかな、じゃあ時間置いても無理ってことかな。
あのね、うん、食いすぎてあかんようなのは分かりますわ。チーズ好きって言っちゃいますね。チーズも私も村井さんと一緒で、そのモッツァレラとかね、ああいう伸びるチーズはいけるけど、はい、私は固形チーズがダメなんですよ。あ、ちょっと匂いが、香りがきついからね。分かります。だから僕はあのあれとかほんまにダメなんです。あの何でしたっけ、あのかブルーチーズ系。ああ、ちょっと匂いがねきついやつね。デザートチーズはね、この間初めて食べて食べれたけどね。デザートチーズってもはやあれレアチーズケーキじゃない。そう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 、もうデザートやった。ねえ、あの食わず嫌いやった。あれは競合店でも売ってはダメって法人もあったよ。だからそうなんよ。まあ、競合店はまあそこまでやな。店によりけりですね。店によるね。はい、はい、ピコーナで働いてて他の系列とかで打つとかはできると思います。そうそうそう、それはできる、大丈夫よね。俺もしもしピエロで入ろうか迷ってたら管理人出てきてねぎれた。そんなことあんの？どういうこと、どういうこと、どういうこと？そんなことあんの？管理人とかおんねや。私あの受付の人しか分からへんけど。分からないですね。チーズとバタコとアンパンマンセットで卑猥って言われた。もしもしピエロの CM 知ってるっていうことは前々ノリノリ天国見てたなって言われた。そんなん見る？いやあのね、まあ言い訳じゃないけど、はい、サンテレビつけてて、はい、まあ当時多分高校生とか学生の時やったんかな。はい、まあなんかサンテレビでアニメやってたから、はい、なんかちょっと見てそのままテレビつけたまま寝てって。それはある。で、ある時パッてつけたら、はい、あの西川のりおさんやったんかどうかちょっと忘れたけど、はい、あのなんかそういう番組はやってた。あの辺で言うと、うん、そうですね、のりのり天国とか。あ、そんなんあったけど。ギルガメッシュナイト。ギルガメッシュは割とちょっとまあ健全じゃなかった。いや、ギルガメッシュがエグかったんですよ。おま、のりのり天国とかのがやばくなかった。いや、ギルガメがまあまあすごくて、うん、その後にあのなんて言ったらいいですか、緩和、ちょっと表現がやら、柔らかくなったのが、アルティメ、はい、あるな、出てけへん。アルティメッシュじゃないアルティメッシュじゃあ、そうそう、大人の絵本やったかな。そうそう、これやってた。それが初代です、多分。あの、ノリノリ天国の前ってこと。ノリノリ天国の前は大人の絵本です。そう、私多分その大人の絵本やと思う。その辺はまあ、どぎつかった頃ですね。なんかあれあ、やってるって思って、わーと思って、はい、なんか見たっていうか見かけたっていうか、なんていうやろ、起きてやってたっていうのはある。気まずいんすよね、親とかがトイレとかに来た時ね。ギルガメッシュ、アルテメッシュナイトか。あとはですよね、CS かどっか行ったよね、BS か。そうサンテレビユニバース、よう知っとんな、みんな。できなくなって、これ全体関西あれやな、住んでる人やな。そうですね、大体関西住んでる、ね、サンテレビですからね。そうそう、夏にポテチ1日に4袋食べてたけど今一切食べなくなりました。ポテチ4袋やばいな。もう満足しちゃったんかな、うえってなる。さっき誤解招くから打たないとか言っていたから、あれ同系列で働いてる人間でも打てたっけと思ってしまいました。ああ、違う、そういうことじゃないよ。まああの気候な系列、まあ例えば村井さんやったらもうあの全部の店舗は無理やからね。そうです、気候なという名のつく店舗と、はい、うちの系列店なんで、はい、あの子会社とかよね、あの、うん、まあタウンライトとかもダメってこと、ね。ダメですね。はい、あのそこ勘違いしないで、ね。あとまあジリオンさんであるとか、ね。そうですね。まあ、今はもう名前ないですけども。はい、ネオもそうやね、もともと。はい。オーケー牧場さんとかね。そうそうそう。チーズは食べれんのにブルーチーズ食べれない。アンパンマンチーズとか苦手。あの、あれかな、固形があの、ミルキーみたいな感じで入ってるチーズあるよね、たまに。僕、一回やってみたいチーズがあるんですよ。何ですか？あの、溶かすやつ、シュレックチーズ？なんていうの？あの、半分に切ってドローンって、あの、あったかく、あの、やつ。うんうん、わかるわかる。なんていうんですか、あれ、何、シュなんとかっていうチーズ。なんか、ハイジとか出てきそうなやつやな。そう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 、タルみたいなチーズをスパッと半分に切って、はいはい、なんか、それ、専用の温める機械で、ドローンって温めて、はいはい、スパゲティの上にむちゃーってかけるやつ。むっちゃ太るやつやな。むっちゃうまそう。もう、デブカツやな。デブ。ちょっとやってみます、今度、店で。ちょっとやってみましょう、ニコラ。シュレックチーズ大会しましょう。そうそう、あと、それか、チーズフォンデュでね、何が美味しいかっていうのをやったらいいですね。あ、お腹減ってくるな、飯してろっすね。その代わり、むっちゃ太るから。太りますね。多分、1日で結構いくんちゃうかな。東大阪、福知山、東大阪。福知山、東大阪、福知山、どういうこと？これ誰？これ多分、タコさんやと思うけど、チーズ単体だと大丈夫だけど、チーカマは食べれない。チーカマ、チーカマ、チーカマ、奇跡ではない。まあ一応ね、お酒の おつまみの定番やけどな。ですね。なんか出てきてどうしようか迷ってるんですから、この値段でいいよって言うて負けてくれた。そんなことあんの？焼酎、芋焼酎飲めてたけど、飲みすぎて潰れた翌日から全く飲めなくなりました。あのね、お酒系はめっちゃよくわかる、それ。はい、ビールとかも次の日見るのも嫌になりますもん。あ、そうなんや。やりすぎた次の日は。シュールストレミング。いや、もうこれやったらもう店舗営業できんからあかんね。普通にね、問題になりますね。むっちゃ臭いで。
らしいですね、あれ。めっちゃ臭い。服についたらその服捨てなあかんレベルっていう。もうあの多分この世の中で一番臭いもんちゃいます？シュールストレミングと。そう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 。なんか缶に入ってるんですよね。あ、そうそうそう。もう開けた瞬間ほんまにあれ。捨てる時も結構気使わなあかんらしい。劇物扱いらしいよ。はぁ。昔ヨロビジョっていう AV 女優が出てる番組やってたよ。ありましたね。知ってんねや。ありましたありました。ギルガメッシュって世界最古の王様の名前やけど、すごいネーミングやったよねってね。ギルガメッシュナイトですもんね。ラクレット。ギルガメッシュナナナナイツって。花畑牧場のラクレットチーズかな。そう、ラクレットチーズ。そう、ラクレット。で、捨てないでシュールストレミング全部食べたらええね。よう食べへんわんな。もうドブみたいな匂いするんでしょ。村池蛇口からローション。なんて便利な家なんだ。ぬるぬるやないか。便利すぎる。洗い物できひんやないか。今は確かケンコバのバコバコ TV やったな。そうそう、バコバコやね。あ、そうそうそう。これはあの過去側の森重店長がよう見てるって昔言うてたわ。今はあれかな、もう見てないと思うけど。結婚してんのに。まあ、今は見てないと思うけどね。今も裸はないけど、ケンコバのセクシー女優の番組サンテレビでやってて、赤ひげ薬局の人も出てる。あの先生ね。有名な先生だ。有名です、有名です。ジリオまだ神奈川に 1店舗だけまだあったよ。あ、1店舗あるんですね、まだ。まあ、順次あれかな。名前変わっていってますね。感じよね。インディーの M 字ですよってあったよ。あ、そんなコーナーあったんや。あ、M 字ですよ。あれ、ギルガメッシュってインディーに出てたんや。出てたっけな。私が見てたんでも、あの、イジリーさんはもちろんそうやけど、あの、岩本京成さんと飯島愛さんやったかな。ギルガメッシュはもうあれじゃないですか、あの、イジリー岡田じゃないですか。イジリーさんはね、あの、立ち位置的には脇役やったんですよ、最初、確か。あ、そうだったっけ。なんで詳しいねんっていう。そう、ほんまに。今聞いてるちょっとドン引きでさ。いやいや、なんですか、ほんま。なんでやねん。ほんまなんで。最初見てた時、見てた時っていうかおかしいけど。いる、そんなん。僕見たことないしさ、そんなん。嘘つけ、お前、見とったやないか。ちょ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 、あの時間確かね、あれ何曜日やったかな、土曜日ちゃうな。土曜日ですね。何曜日だから。なんかね、学校休みの日やったんですよ、確か次の日かなんか。土曜日の晩です。ほんで、もうほんまにその流れでついてて起きたら、なんか飯島愛さん出てるわ、思って。ほんで、イジリーさんが高速ベロやっとうから、なんじゃこりゃ思って見てた。がっつり見とるやんけ。お前らも見とるやろが。見て育った世代やろが。間違いないです。土曜日の深夜、そうそうそうやね。あの学校休みやったんよ、確か。30代中盤はね。そうそう、ガチ勢、ガチ勢って、あんたらもガチ勢や。あ、赤い赤い赤い、これ熱いやつ、これ熱いやつ。これ熱いな。これ熱いやつ。ちょ、頼むよ、村井さん。そう、モスラの赤は熱い。飲めなくなってから5年経ちました。焼酎はまだ飲めません。でも、ウイスキーは飲めます。夜美女はノリ天の後番組でインリンが司会。あ、そうなんや。めっちゃ詳しいやないか。詳しすぎる。バコバコ TV で表現が生ぬるい。今乳首出せないし、下着とか水着でワイワイやってる。ですね。もうあの露骨なあれがダメですよね。そうそうそう。もうだから、あるよね。エビスマスカッツのあの番組とかとまあ同じような感じなんかな。しかしね、そのまあなんて言ったらいいんですか。はいはい。その規制はかけなあかんけども規制かけすぎても ねつまらない時代になりましたよね。だからネットのあの番組がね、そう、もう何でもそうですもんね。やっと当たり見れんの村井さん。これなんかな、赤に光った中にこん中におる可能性がおるんで、これがちょっと弱い。うん、弱いね。カットインが当たらんことはないですけども、これじゃないか。でこれ終わってからも赤もすらおらんようになったらあかんってこと。いや多分この中のどれかやと思う。え、赤モスラおらへんで。いやいや、ちゃうんすよ。はい、8個ついた時にピコって行かない。そっかそっかそっか。そこからの先読みはないんや。あ、でも、あ、来てる来てる。ここやここや。だいぶ後ろやったら。はい、結構後ろっすわ。大丈夫。ギルガメは誰もが通る道やから、と言うと。登竜門です。ハケ水車くらいぶっ飛んだ企画みたい。予算くれ。予算くれ。場所くれ。何の？その、ハケ水車ね。滝水車？ハケ水車。これあれじゃない、昔のそのセクシー系のあの企画でやってたんちゃうかったっけ。僕知らないです。ハケ水車ってなんですか。水車にハケつけるんですか。違う、自分があれやったんちゃうかったかな。水車にこう、ま、回るやつでしょあれ。あ、自分が水車で、おお、起きてきた、起きた、起きた。これが熱いってこと、うん、ボタンがブルブルブルって震えた。やっぱ赤もすらは熱い。あ、この様のフェロモンってやつでやっとったやつやな。ひどい名前やな。これあのヒデ、今のヒデちゃんとかね、今田さんとかがやっとったんかな。あ、湯けむりスーパーデラックス。あ、分かった分かった。あ、これは熱いね。これは当たりますわ。大丈夫大丈夫。赤堀ほんまに熱い。ほらほら、ゴジラ3回目。
ハケ水車、今画像見てるけど、これも絶対テレビできひんやろな。ハケ水車ってどういうのなんですか？水車にくくりつけられてるんですか？ね、あの分かりやすく、グン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 、あ、これが熱いね。あ、かわいいね、グン。グン可愛いっすよ、これ。なんつったんやろ、女の人が、はい、なんかに、またがってて、三角木馬みたいなやつかな、はい、で、お股んとこに、はい、なんか当たってる。バカすぎるでしょ。それ企画てかね、AV とかの企画してるやつ天才っすよね。いや、ほんまに、うん、いや、あれもだから企画力よね。ねえ、それを出てくるの、村さん、これ当たる？当たる、ほら、当たった。じゃあ、こんなんで当たるんですよ、ゴジラって。いや、長かったね、だいぶ。はい、当たったっすわ。当たる？当たった。でも、あ、赤鼻なったねってね。下ネタ行っても当たらんとはもう無理やな。やっと当たったわ。監督、ハケ水車知っとるやろ、って。ハケ水車、僕、初めて知りました。ね、今、斎藤工がいじり岡田のペロペロする CM ある。斎藤工？斎藤工さん。あと、今をときめくセクシー男優さん。セクシー男優じゃないな、なんて言ったんやろ。セクシー俳優さんって言ったんやろ。ね、かっこいいよね。椅子に座って女のあそこにハケがついてて回転する。そうそうそう、なんか画像で見たらすごかった。アホすぎる。あ、そんなんあったんや。アホすぎるし、それを画像で見てるあなたもどうなんですか。見た見た。いやいや、ちょっと気になる方はちょっと調べたいじゃないですか。まあね。新子役もの声、出えへんわ。出えへんすよ。女性にエロを解説させるってどうなんだろう。間違いない。いやいや。地上波じゃない深夜枠ですけども、はい、まあ、ひどいね。いやいや、キコダチャンネル、ほんまひどいよ。まあ、ひどいね。私ここまで耐性づいたのはほんま皆さんのおかげやと思ってるから。素晴らしい。さあ、これで ST。 はい、今から25分の1を20回転で引けば。よっしゃ、20回もな。あ、でもチャンスタイム100回って書いてた今。そうなんです、そっからだから20回転以降が時短になるんですよ。あ、20足す80ってこと？そう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 、そういうことか。20回 ST の80時短か。そう、その80でも意外に引けるんですよ。あ、これだからあれじゃん、言うたらほんまにプロポーズ大作戦みたいな。近い近い近い、ね、うん、感じだね。水車にハケつけて、そこにまたがって、ハケに、あ、またにハケ当てるのがハケ水車。これ、男の人にやってもらって、みんな面白いんか？面白いんですかね？女の人がやるからみんなキャってなるんじゃない？どうなん？こそばったいっすね、金玉が多分。こら。多分こそばったい。金玉ね、金玉。はい。こんなの言うけど、結構熱いリーチやったよっ、これで、ここを越えたら、スーパー行くんですよ。あ、行ったよ。で、行って、これモスラリーチでしょ？モスラかわいいよ。あ、これでもしょうもない方のモスラリーチです。このストンと落ちてきたやつ。これで1を超えたらおそらく確定なんですよ。あ、超えない。超えたら大体当たってます、今まで。なんかあれやね、初代、ほんまに確かに初代リージみたいね、これ、麻雀物語の。そうそうそう、時短引き戻し。ST20 足す80時短やって。そうです。仕事中にハケ水車閲覧。いやいや、じゃあ画像見ただけやで、どんなんか。ハケ水車閲覧やばい。ごめん、ハケ水車こんな広がると思わんかった。いやいや、みんな広がらあかんすよ。そうそう、みんな世代やしな。もう女子ドン引きやで、多分。あ、これはいいんじゃないですか。この、はい、保留変化は、はい、まあまあ期待できます。まあ、色変われば、色変われば、まあまあ熱い。青でもそこそこ期待できます。これ、A 女、E 女っていうの？ A 女、E 女は動画あるけど、あれはよく放送できたと思う。何年前やろうね。あ、赤や。これは当たるか。これは当たりました。これはもらいました。さすがに。4か。振り分けが一応、右打ちやったら 50%、50% ですね。こうやってスーパーでしょ？ゴジラで、ゴジラがメカゴジラに変身するんですよ、ドカーンってなって、これが熱い、これ激熱、ピコ、あ、ええ女、いい女、なるほどね、当たった、めっちゃブルブルしてるやん、そう、ガタガタするんですよ、これもしかしてね、このゴジラを上、あれ、家紋出てくんの？これ上、あの、蓋開きますよ、あ、クイズ、開きます、激熱続き、蓋開きます、スーパーリーチで、なんか実写みたいなリーチあるんですよ、はいはい、その時開きます。なんか演出あっさりしてていいね。そうなんです、これね、ピタって止まるんですよ、ほんまに。通常時でも、はい、なんかさっきも普通の、まあ、赤堀はありましたけども、うん、シングルラインリーチみたいな、なんでピコッと止まるじゃないですか。核変中とかも、今も赤堀でしたけど、普通に白堀とか点滅堀だけで、ピタって止まります。ゴジラって人間の味方なんですか？ゴジラはね、恐竜です。怪獣でしょ、どっちかで恐竜。ゴジラは恐竜です。ゴジラ見たことないからごめんなさい、本当は分かんない。でもなんか解説みたいなのついてるけどな、キングギドラとか ね、キングゴールジ、キングギドラのこの右側のやつの顔がやばい。
左か。左や。左の顔がやばい。ゴジラに家紋いらんやろ。いや、だってこの筐体ってことはやっぱり上に家紋おるから。いますいます。うん、これ、後期到来って書いてたらリーチかかります。それ赤文字もあるんすか、激アツみたいな。なんか怪獣襲来みたいなのがなんかいろいろありますけど。恐竜ちゃうやろ。怪獣やろ。いや、そう、なんかそう、怪獣やみたいな。これ、モスラで落ちてきて、戻っていったら寒いんです。あのままなんか、女の子が出てきて、祈り出して、はいはい、モスラが、ガーになったら暑いです。ガーガーガー、あー、綺麗なガーね。成虫ね。成虫ね、ガー。何回当てても過去編20。そうだ、過去編20足す、時短80。そう。この25分の1がね、意外にいけるんですよ。そうだね。うん。まあ、100回あれば、みたいな。これ怪獣接近中で出てるでしょ。多分これがこのホールの煽りです。あ、ええ女、いい女は97年の番組で催眠かけた女性たちが感じてもだえてる様子を流してました。バカすぎる。すげえな。言うてあれやろ、20年前ってそれできたってことやもんね。ですね。そう、私らは多分そういうのを見てきた時代やから、割とこうお笑いには寛容なんやけど、やっぱり10年違うとちゃうんやね。ちゃいますね。だってうん、お笑いってだってもっとエグかったっすもんね。まあ、まあもちろんそれがなんかいいとは思わんけど、そのなんとなく笑いでやってんねんなっていうのはわかんねんけど、逆にこう今の世代の方、まあ今の10代20代の人は割と真面目な人多いんちゃうかなと思いますね。うん、バカ殿とかでもすごかったっすからね、竹市場とか。ああ、昔はね、はい、私らはやっぱなんか私ら何見てたかな、やっぱね、めちゃイケの最初の方とかやっぱ結構割とむちゃくちゃやってたからな。やってました、やってました。トンネルズの何やったっけな、生だらか、うん、生だら。生だらはなんかすごかったなーって思いますけどね。ネズミっ子クラブとかあったらね、うん、あの辺ひどい、ほんまに。あれセナとね、対決とかすごかったもんね。はい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 。2時間ドラマって最初の10分で無駄、絶対ポロリやった。温泉系のサスペンスとかね。ですね。うん、電波少年とか元気が出るテレビもひどかったってね。あ、そう、電波少年はひどかったね。電波少年やばかった。あれ今やったらほんまにやばいやつ、うん、やばいやつ。コンプライアンス記念の土屋プロデューサーね、拉致して、そう全然知らんとこ連れていくんやもんね。遊びとかね、今考えたら8時だよ全員集合とかにセットめっちゃかけてたよね。そ、昔はバトルやったから ね、お金があったんですよ。それはテレビ関係の人がね、たまにインタビューで言ってたね。すごいですよね、8時台とかもね。そうそう、毎回セットね、あれ今配信ね、手こきカラオケやって手こきカラオケね、あれ面白そう。徳井さんがやってるやつね。じゃあ一回ね、ちょっと冗談でやろうか言うたけど、いやもうちょっとコンプライアンス的に無理やろみたいな。誰がやんねん。村井さんでしょ。こかれる方、国宝どっち。そう、こかれる方ちゃう。こかれる方やんね。それはやっぱりね、こう国宝はきつい。デリサービスの方来てもらんとあかんやろな。きついわー。それ大丈夫、経費で落ちるんすかね。いや無理やろ個人的な娯楽ということで。自腹か。今じゃスカパーじゃないとおもろ何は見れない。あ、そうだね。まあネットの配信の番組はね、割とちょっと過激なも多いですけどね。心が狭いんじゃない。いや狭いというか、やっぱね、そういう免疫がないから、なんかもう真面目って感じよね。これで20回の SK が終わったから、あと時短やね。じゃあ80回して終わりましょうか。そうですね。いや80回さんすよ、もう。え、回さんの、もうええの、満足。もう満足しました。ほんま、お腹いっぱいっす。めちゃイケの最初とか普通に酒とかタバコ吸ったりしてたもんね。昔のバラエティは割とね、タバコとか多かったけど、まあ、もちろんそれをだから今やったらええやんってわけじゃないよ。ダウンタウンとかも全然タバコ吸ってましたもんね。吸ってた。まああとドラマだったりとか、でもタバコ吸うシーン今あかんやんか。あ、見たいっすね。そう。てかタバコで言うとあれですやん、タバコの CM をやってましたよ昔。うん。マルボロとかね。そうそうそう。CM やってないっすけど。今やってても JT ぐらいじゃない。ですね。ドリフの大爆笑とか最近よく見てるけど、リアルタイムで見たかったってね。ドリフの大爆笑ね。ドリフね、タコさんがね。ドリフね。タコさんがね、東村山本にハマって。あ、そうそう、なんか一時ハマってたね。ずっと言っててね、人。なんか、やりたいって言ってた。何をって言って。ちょっと分かれが。一丁目一丁目言うてやったじゃないですか。そうそう。マイマイが村井さんのやつ、ここの。嫌やわ。嫌だ。いろいろ気まずい。いや、もう今後いかがあるからさ。お前、次からニコ生できんよ。お前、私来られへんわ、もう、はい。水曜日のダウンタウンでもクレーム来るぐらいやからってね。水曜日のダウンタウンも、あれ面白いですけどね。クロちゃんの企画、絶対クレーム来るやん、あれ。あれね。仮面のリーダー、収録で数千万円。花火台とか。すごいな。ね、まあ、いい時代やったんでしょうね。そうそう、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、本日は村井さん激ラブの VV ゴジラ、怪獣大集合。
いやーでもね、僕多分これ引き悪いっすね、今やっぱり、ね、悪かった、うん、悪いっすわ、これちょっとプライベートボロボロね、ボロボロですね、言ってましたけど、プライベートもあかんから、ちょっとしばらくパチンコね我慢してたんですけどね、今もうでも我慢しないでしょ。いやーちょっとね、最近の台がねやっぱきついっすよね、店長が言うのもなんですけども、きつい、うん、ゲーム性とかはね面白くどんどんなっていってるんですけどね、うん、やっぱり社交性が抑えられてるんだね、まあ ねしんない、まあそれは中でもまあ継続率がね撤廃されたことはねいいことやと思いますんで、まあまあ今日に関しては、視聴者もちょっと見たいってコメントもあったし、で村井さんも実はハマってるっていう意見が合致したからやろうかっていう話で、3回当てて3回とも4ラウンドね、言ったでしょ、やっぱり4偏るでしょいやまあ1回しか当たって2回、2回かしか当たって3回、3回おーおーおー、3回やったかな、おーおー、エロトークして終わっただけじゃないか、修学旅行系は覚えた、後半あの修学旅行系ぜひあの検索見してくださいあのちょっと地方から出てきた感じの子が、うん、はい、こうあのプロデューサーとかにちょっと来てよちょっと来てよみたいな感じになってだんだんエロいことされていくっていうのめっちゃ好きやんめっちゃ面白い、あれほんま面白い、ね、今度ちょっと一人寸劇やってもらっていいですか、あのここで、はい、ここで一人寸劇、ここでプロデューサーとあの修学旅行生両方やるのか、どっちもやる、そう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 、頭おかしいですよいやいやいや、おもろいでしょ村井さんがやるのがおもろいんじゃないあ、はい、でも村井さん食わず以外の時よりちょっと痩せたような気がする、気持ちいいっすかね、顔かな、いや多分全体的にかな、一番痩せとったのはでもこっち帰ってきてすぐの時ですよね、そうね、やっぱり誘惑が多いからね夜の、いやー王将いっちゃいますわ24時間やもんね、ちゃう王将いっちゃう、ほんまにもう天津飯食っちゃう、じゃあ最後告知して終わりましょうか、はい、じゃあ何個かございますけども、はい、バトラー君の特製ぬいぐるみ、はい、うちは常時販売しております、はい、ぜひぜひ気になる方、はい、あれちょっと欲しいなとか、はい、可愛いなと思ってくれる方は、はい、ぜひぜひ交換しに来てください、はい、ぜひぜひ、ぜひぜひご遊戯していただいて、はいはい、交換していただけると、はい、村井が泣いて喜びますそうそう、これお店のあれやからね、はい、あの会になるから、はい、あの全然ね、はい、これだけ目的で来ていただくのも全然構いません、私に会いに来てくれるのがぜひね、涙を出して喜びますので、涙を出してね、はい、でブワーッつって花粉症みたいになるんで読んだ読んだって言われるぜひ、はい、バドラゴンのねぬいぐるみよろしくお願いします、これ並べてますけどこの日だけ売ってるってんじゃないんで、これはそうですね、はい、常に売ってますので、はい、カウンター前にバドラゴンいますんで、はい、これ持ってってねカウンターの女性にこれくださいっていうふうに言ってもらえたらですね、まいまいさんの、はい、ツイッターでアップしてくれたんでしたっけ、ああ写真は撮りましたんでアップしておきますよ、はい、ぜひカウンター前ね、カウンター前にあるよっつって、はい、あと明日、本日もね、ですね、元気に朝10時からオープンさせていただきますので、はい、こちらも本日の営業のご案内になります、はい、よろしく、12日ですね、はい、7月12日ですね、はい、よろしくお願いします、はい、7月じゃない、7月じゃない今9月や9月引っ張られた、引っ張られた、そっちに、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、天津飯美味しいよね、天津飯うまいね、天津飯ね、あんかけがたまらん、極王とかじゃなくていいから普通の天津飯でいいのあれいや、そうなんや、はい、カニカマ、カニカマ、カニカマおすすめ、おいしい、天津飯の中に入ってるカニカマおいしい、おいしい、餃子、あかん、お腹減ってきたはい、ということで、このチャンネルは、はい、次14日ですね、14日、はい、今福店です、で、15日がタコさんのとこ行くんで、15日そうそうそう、タコさんのとこに、そう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 、ちゃおったろかなおったってはい、まあ来週もね、ちょっと、まあ多分信頼の放送もあるでしょうし、18日は過去側もあるんで、ですね、信頼の解禁の時期になりますしね、はい、まあ、またぜひ、信頼見たい人もね、こういうバラエティでわーってやるのがいいなっていう思ってもらった方ら、ぜひ、また見に来てください。よろしくお願いします。かしこまりました、じゃあ。かしこまりました。俺が見に行ってください。あなた当事者やで。はい。はい、ということで、じゃあ、こんな感じで、はい、今日はキコナチャンネル終わりたいと思います。皆さん、炎上付き合っていただいてありがとうございました。はい、それでは、さよなら。おやすみなさい。25日行くね、人は長来た。いつも生放送動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もし面白かったまた見たいなと少しでも感じてくれたらグッドボタンチャンネル登録お願いします。それでは明日も良い一日になりますように。またねー。